はいどうも皆さんこんばんは。はいこんばんは。はい、2月25日水曜日になりました。本日は気候な横須賀店より大人の横須賀ミッドナイト始めたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします、はい、ちょっとだよね、はい、はい、本日はね、はい、はい、3人で、はい、3人で、後ろの方もそうですか。あ、そうです、そうです。新しいメンバー、新しいメンバー。あ、本当ですか、はい、めちゃめちゃ入ってますけど。あ、もうプロですから なるほど、はい、マイクはちょっとね、特に今日つけてないので。そうですね、ちょっとね、また、はい、タイミングがあったらちょっとまあ、ちらみせするかもしれないです ね、ええ、まあ、結構なんかあのスロット詳しいって。あ、そうですね、あのさっき喋ったんで、そうだろう。結構プライベートやつみたいな。ということで本日もね、すいません、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあね、呼んでいきますね。皆さんこんばんは。あ、こんばんは。うむってね、スロー配信久しぶりだなって。そうですね。あ、そうか。基本的に、ね、基本的にまあパチンコ多いですからね。多いですね。はい、いや、でもね、偽物語打たない何打つんだって。ええ、前々の放送で何をやってたの。そうですね、モンキーターンイケメンですね。もう理解に苦しみますよ。激沈でした。すいません。スルクが寝るわってね、えいな、熱すぎなのかとかね、すいませんね。こんばんにゃ、どうもこんばんは。今夜もおにぎりに加えてスルクがよし寝よう。いや待ってよね。大です。もう順調にコメント増えてますね。2番はこつ、モッサン中志、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いしますね。横須賀ファミリーはこう、おにぎりは昨日のフレンドパーク、今日は横須賀でご多忙ですない。いやいや全然ですよ。ありがとうございます。ね、俺が言うやつ、俺が言うやつですね。はい、誰のお母さん ですかってことね、あ、さっきのね。あ、お母さん、あ、はい、あ、私のお母さんです。あ、なるほど。嘘だろ、働いてる。挨拶してねえよ、俺。息子昼間働いて、夜お母さん働く感じですか。そうそうそう、いいですね。長志、あ、遅れてるけど、誕生日おめでとう。あ、おめでとうございます。はい、あ、そう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 。22日で、はい、22歳でしたね。アラサーを迎えました。はい。誕生日ですよ、もう、うんうん、ね、歌ってもらわないと。あと どうですか、何か変わりましたか。あ、もう25ぐらいからもう体内はね、もう劣化しておっさんになってきてるのが内壁がボロボロみたいな。早いですよね、うん、まだまだですよ、うん、ここからね、頑張ってほしいと思います。これからもっともっと出るから。そうそう。やばいな、現実ですね、そこら辺。はい、おにぎりやつなのかとね、スローでおにぎりマイナス同士を掛け合わせればプラスに なるかな。 お母さんいいなってね、今日は、電馬戦士ムーさんはお休みですかってことね。まあ、使うっていう、まあ、先週ね、うん、観覧車に引き続き新しいワード、電馬がね、追加されましたから。彼大丈夫ですか。コンプライアンス的に、まあね、大人のね、あの横須賀見てないですから、まあそこら辺は OK ですかね。ちょっと勉強しないとね。そうですね、セクシー女優さんですか、違いますよ。そうです。はい、中志誕生日おめでとうってね。おー、いいね。はい、ありがとうございますね。聞いてくれるよあっちゃんってね、あ、ん、聞いてくれよあっちゃんってね、昨日おにぎりっていう不審者が配信してたんで。いや結構してるよ、結構してますね、最近多い。ちょこちょこね、いろんな曜日行ってますから。、はい、おにぎりは昨日頭に水浴びせられて、熱がる演技したんですが、いや、お湯だから、お湯。そう、お湯違う違う。いや、うまいな、本当に。いや待って、ほんとやめてもらって。でも、あ、ヒリヒリするんですから、まだそんなベタな。いや、ベタ。大丈夫ですよ、ということでね。はい、不老者ですか、違いますよね。圧力見てないだろうな。いや、見てますよ、あっちゃんね。見てますよ、はい、飲んだくれてます。そうですね、ということでね、じゃあ本日もやっていくわけですが、はい、まあ本日はね、長志とモッサンということで、はい、はいはい、この二人でね、はい、やっていくんでね、お願いします。じゃあ早速、じゃあ、はい、告知の方からいきますか。月だよ。はい。はい、はい、大丈夫かな。はい。今週末もね、はい、通常通り朝9時からオープンしてますね。26、はい、27、28、29、はい、今年は2月は29日まであります。29日まで、はい、4年に一度ですからね。29日は、ね、ウルード市、はい、ウルード市、はい、ウルード市に潤っていただきたい、はい、はい、続いて、はい、ですね、はい、まあ、レイアウト変更と、はい、まあちょっといつも通り行わせていただくんですが、はい、今回20ストローなのかと、いな低下しということで、いな低下し、今回ちょっと低下しコーナーをちょっとメインで初のレイアウト変更ということで、なるほど、まあいなの機種とか美人ディーラーさんとか、はい、あとは神を喰らうものとかね、はいはいはい、ちょっとメインでちょっとまあ普段打てない機種をちょっと低下しに導入と。はいはいはい、いうことなんで、ぜひぜひご来店いただければな。そうですね、いろんな大会打てますよということで、はい、ぜひ手貸しコーナーをいただければと思います。はい、ということでね、はい、圧力見てるとね、なんで未成年がいるんですかと。まずいですね、精神年齢は30ぐらいっていうので大丈夫です。はい、おっさんですね。はい、圧力ってね、モッサンな中志こんばんは、アグネスですとかね。こんばんは、アグネスありがとうございますね。圧力見てるってね、中志ツイッターでも言ったけど、誕生日おめでとうございますね、年近いから親近感湧いてます。あ、近いんだ。ありがとうございます。いいですね、ちょっと24歳の女性の方からコメントいただきました。あ、そうなんですか。へ、えー、
じゃあ同じ苦しみ味わってんだねえもうさっきからちょいちょい愚痴っていうか文句がすごいですねねえまあねあの頑張っていくぞってことね、はい、A の P タンパン中氏今日は誕生日プレゼントしてデスオスですよねとかね。あそうだね。いやもう本当に駆けつけいっぱいぐらい言っていいんじゃないですか、ね、執行権みたいなもらえるんじゃないのない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 ですないです今日はいやいやおかしい今日はおね、あの大人の集まりですから。今日は俺が主役やと聞いてきたのに。27歳になって誕生日なんじゃないから。いやいやもう主役じゃないな僕帰りますよ。拗ねちゃった。精神年齢子供ね子供は早く寝なさい。ミーターファンか。ね、エアグネス誰なんですかということでね。シュウさんですね。はい中島は不倫してますかとね。まあこれを機にね。うんワンステップアップ。あ、そうそうそう。はい、もううちの主任がもう十分やってますんで、ね。おいおいおい。まあ、斡旋してますからね。ちょっとキャラかぶりみたいな。業者的な感じで。ちょっと仲介でね、ちょっとマージン、すごいですね、マージンの方を。あの、それ本当に悪いやつじゃないですか。ねえ。手は下さないで間入るみたいなね、はい子供が24時まで起きていいのは大晦日だけですよとかね今日はすいません、ね、特別、うん、誕生日なんで特別ですね。あそうですね、はいうん、ということでね、やっていくわけですが、じゃあ、はい、本日、はい何の題を打っていくんでしょうかということで、今回はですね、はい、出だしはね、あ、違う違う違いますね、激震しますよ、本当にどう見てもスロットコーナーですよあ、ちょっとメインはちょっと偽物語をね、はい、ちょっと今週導入の題をそうですね、一つ、まああとは近くに戦後乙女ガルパン花火あたりがあ、まあそうですね、もろもろ、はい、まあちょっとつまみつつやっていこうかなという感じですね、はいはいはい、なるほど、はい、まあ一応メインは偽物で、あのその他という感じですかね、はいはい、ありがとうございますということでね、まあ、そんな感じでね本日は、バリバリやっていくんでね、はい、はい、ということで最後までご視聴皆さんよろしくお願いいたします。はい、 CM 入ります。はい、ということでね、本日は、パルスの偽物語というね、ね、こちらを打っていきたいと思います。はい、日暮らしも気になってるんだよなと思うね。あ、日暮らしね、カレンちゃんだったらこっち突き飛車いいんじゃないかな、はい、か、はい、宮津店いよいよ明日オープンですね、峰山ちょっと回らないから、宮津行ってみようかなと思うね。あー、もうそれはね、ぜひ行ってあげてほしいですね。はい、お願いしますよ。あげて、はい、中市に会いたくて、仮眠してきたよ。あ、朝5時起きた、ありがとうございます。マジですか、それは嬉しいですね。ちょっと嬉しいですね。ねえ、会社に遅れるのも厭わないっていう。マジですか。いやでもそれはね、ちゃんと言ってくださいね。なんか責任問題みたいなちょっとなってくると、ね、ちょっときませんで。会社行ってね、いや、あの中市があってね。はい。言われても困りますからね。永遠の思春期な中市、昨日平塚の放送で鈴丸に電話してってお願いしたけど、電話は来ましたかということね。電話は来てなんかしてないかな。ですけどね。はい、ね、日暮らしにね、今日 DT の人はってことね、今日 DT の人はちょっとあれですね、家で天が使ってます、ね、DT らしいですそれね、いいじゃないでしょうかね。今日はあっちゃんじゃないんだ、そうですね、はい、やっぱり音声だと飛ばされる、うそーって言われてたよね、あ、失礼、流し、パチンコ打てる精神年齢の制限に、達したのかね、分かるかなってきますよ、そうですね、パチンコの入店は精神年齢やと、はい、精神年齢規制だと信じてますんでもう言い張ったもん勝ちみたいな、もうやったもん勝ちです ね。ただうちには来ないでくださいね、はい、13歳には、まあ、そうですね、はい、今来たってね、スロじゃん寝ようとか、いやいやいや寝台ですから言っても、ねえ、せっかくの偽物語ですよ、これはチェックしておきましょうよ皆さんね、はい、今来たとね、おにぎり会いたくないからもう寝るよ、いやいやそのうち癖になるよ、ね、今日7000ゲーム回してバイバイチャンス0回の私が来たよということで、マジですか、まあ、それきついですね、それは辛いな、ねえ、まあ、でも ART 中にねどうにかしないとっていうのは、ね、そうですね、はい、じゃあ中市ちょっとね軽いスペック説明の方をよろしくお願いします。はい、まあちょっと A プラス ART タイプの台になりまして、はい、まあメインは一応ボーナスで、まあ、出玉を増やしていくんですが、はい、一応 ART ついてまして、はい、ART が、純増 1.2 枚と 1.2 枚、はい、でまあちょっと前のお化け物と
違ってゲーム数話のせがないんですよね。はい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 。なんでちょっとまあ ART 入ったらそこら辺の説明もちょっとしつつ打っていこうかなという感じになります。はい、ありがとうございます。前作よりも、怪獣に入りにくいって聞いたけどどうなんですかと。まあ、前作よりはちょっと入りづらいかもしれないですね。まだ解析士がちょっと全部出てきてはないんで、はいね、ちょっとどうだろうという感じなんですけど、はい、ね、まあ、僕もね、あの別の配信であの見たんですけど、まあ、基本的に今直で行くことが多いんで、はい、そうですね、はい、まあ、ボーナス経由からが多分メインケーキだと思うんですけどね。そうですね、僕も初打ちなんでね、はい、ちょっと探り探りっていう感じ。そうですね、はい、中志、偽物を50代入れれば預けんみたいに出世できるよってことね。あ、できる、確かに、うん、50代もう、ね、いろんな配信出れますよ。もう店長辞めるか出世するかのもう2択ですよ。そうそうそう、もう50-50ですからね。おにぎりやんやつだと思うね。はい、おにぎり大爆笑するネタを、ね、お願いします。出ない時は寝ます、薬莢を作りますよ、この2時間でね。はい、ガルパン、の、はいはい、パチンコのスペックが、ケースだったので、何人期待すればいいとね。あ、いきなり当たったんじゃねこれ。さあ、これもらった。あ、来ましたね、早い。ボーナスがね、結構軽いんで。そうですね、これもちょっとボーナスはね、結構設定ログで100、50、170ですか。いや、50ぐらいやったんじゃないかな。150で、設定1でも確か170とかそのぐらいだった気がしましたけどね。上乗せあるだろうぐらいだけね。はい、熱いんじゃないから、アグネスって言ってもわからないだろうなってね。皆さんはダーツとビリヤードはどっちが好きですかとかね。ビリヤード、ビリヤード、流しビリヤード。はい、モスさんはビリヤード。あ、ビリヤード、お、モスさんも来た。あら、当たったんじゃない。早いな。今日おにぎり帰ろうかな。いてね、お、俺打ったけど結構入んなかったよとね。あ、ブルってます。はい、入りましたですよね。はい、西陣の CR、織田信長の野望に、期待しなさいと、ね。はい、おにぎりは昨日終わってから結局みんなでどこに飲み行ったんですか。目利きの銀次ですね。はい、お、しのぶちゃん、さあここですね。はい、トータルイクリプスのスローを島単位で導入して出世か降格か勝負しようぜ、なし。いや、なかなかの勝負じゃないですかそれ。これもなんですよね。はい、はい、中志行くぞ、俺たちはバディだ。はい、ありがとうございます。ね、珍しく NG じゃなかった。はい、違うみたいですよ。ね、これから水曜はおにぎりなんですかとかね、まあ、ちょこちょこですね。はい、中志、今回の機械割って設定2から 100% 超えるんだよねってことで。あ、2からでしたっけ。はい、そんなで、そんな設定2から100超えるってことですか、これ。マジで。はい、2あったかな。あ、そうだ、あ、いや、アウトだ、ごめんなさい、すいません、中志アウトでした。マジ悪い。失礼失礼。マジかよ。ダーでした、ダーが。マジ。バディダーですね、ごめんなさい。アウトでしょってことで、ごめんなさい、もう完全に勘違いしました。せめてボーナス引く前とかにしてほしかったっすね、それ。ごめんなさい。まあ、それは仕方がないよ、誕生日。そうですね。誕生日か。タイミングね。そうそう。はい、LINE 書き込みは、中志がやってるんですか。毎日結構来るけどってね。まあ7割ぐらい僕ですかね。はい、まあ、あとはチェリーとかも。あ、なるほど、ちょろちょろ持ってたりするんで。はい、ね、お、お、石いるのかってね。今日の放送は楽しめそうだなってね。しますよ。はい、ほんまですね、2から 100.1% になってますね、はい、割が。はい、もっさん、中心にプレゼントはあげましたかってことで。何もあげてない。まあね、あの日頃からね。いや、今日くれると信じてるんで。あ、なるほど。そうそうそう、あ、あげるで、そうですね。ね、ちなみに中志、どんなもん欲しいですか。いや、やっぱ金じゃないですか。もう、ね、全然こ、ね、子供店長感ゼロじゃないですか、金ってね。はい、もう夢も希望もないよ、はい。グレン・ラガンってもう出ましたか。全然、話題になってないけど、何百台導入したんですかと、ね。200台ぐらいですかね。さらに倍ですか。ね、中志は上か、下、それとも、あとどれが好きですか。上と下。そんなもん中ですよ。中が好き。はい、あ、青ならゾロイってすごいぞってね。確か3000分の1ってことね。あ、俺だったよ。はい、マジっすか。まあ、3000分の1ぐらい。特に でも何かあるっていう感じでもないんですよね。あ、そうなの。 ART ついてくるっていう感じでもないんですよ、これ。何なの、
ちゃう、はい、まあなんか設定差があるんじゃないですか。それね、はい、あるかもわかんないですけどね。あ、6ちゃうこれだってね、関西版が繋がらない、あれなんかあったんでしょうかね。あ、じゃあもう見なくていい、ね、あ、そうですね、みんなこっち今日はね、はい、エグレンダーがとね、ダーぞとね、はい、だーってね、2じゃ超えないな、バディーだとね、超えるわけがないのはお前らが一番よく知ってるだろうとね、なんで、ギフ堂々で、爆死した池澤さんは逆に出世したんですかということですね。なんでですかね。まあそうですね、まあいろいろ全体的にってあるんじゃないですか、どうぞね。はい、流しおにぎりと圧力はどっちが絡みやすいですかと。あー、まあ、やっぱね、うん、そこはもうあっちゃんって言っとかないと、ちょっと僕後で電話かかってくるんで。いや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 、別にあっちゃんの電話ぐらいなんすか、ねえ、仕方したらいいんですよ、もう。いやプライベートの放送終わったらむちゃくちゃ怖いですからね、あっちゃん。今日なんすかあれみたいな。今日なんすかあれ。そう、すぐ物投げるから。やからじゃないですか。そう、大体数の物投げるから。やから数のこと何でしょう、正月みたいになってるんですか。ねえ、長しせっかく逆押しすするんなら、左青なら狙いなよというね。あ、さっきのボーナスですね。2連7ですよね。はい、いやさっき狙ってたんですけどね、止まらなかったんですよね。左の青なの、はい、じゅんちゃんとかモッサンならアグネスって言っただけですぐ分かってくれるんだけど、はい、MC あっちゃんじゃ ないじゃん今日はってね、すみませんね。長し、おにぎりは、イケメンだよねってことで。あ、まあまあ、イケメンじゃないですか。はい、はい、イケメンアウトー、二度と言わない、それアウトよ。なんかでも、あれですね、イケメンアウトって俺が言うと、なんか普通になんかブッサイクみたいな感じで、ちょっとなんか、ちょっとブルーになりましたね。声高らかにちょっと欲しいですね。はい、忍び出るとそこそこ強い状態でね、池田さんの出世理由は、Kindle を持っているからで、できる男は Kindle を持って買いましょう、皆さん。あ、そうね、Kindle 持ってればね、だいぶ違うんでね。お、じゃあもうできる男の Kindle でしょ。時間の問題ですね。もう出世させて、はい。出世させて、うん、誰アピールですか。はよでね、はい、みんなこっち来たからおにぎりさんさばきるわけないと、任せて頑張るからね。そういえば岐阜堂々20代導入を放送で、ディスった長島店長に、池澤さん怒ってたよねと。いやいや、マジでそれはね、ディスってはないっすよ、はい、いやでも正しいと思ってる、うん、あ、まあそれはもう僕は曲げないっす。間違ってると、また怒られるねこれ。まあいろいろね、ありますからね。考え方はね、いろいろありますから。そうですね、見てますよとかね。ございます。はい、なんで今日こんなケース台の配信してるんですか。そうで、いやいや、信頼ですかね。まだそこまでわかんないですよ。ちゃんと見てる、ちゃんとアニメ見ました。あ、アニメ。そう偽物。面白いよ。はい、うん、まあ、なんかニコニコなんかでやったんでしょうかね。はい、圧力の電話しかと、おにぎりお前、そんなこと できねえじゃないかって、ちょいしますよ、うん、もうこれからやってきますね。あっちゃん今頃何してるかなということでね、まあ、多分寝てるんじゃないですか、見てますよとね、はい、お、あっちゃんコメントね、この台さ、一箱出すのもやっとだよねということで。あ、まあ遊びやすいスペックなんでね、どっちかというと、ね、だから ART が気持ちっていうか、まあ、結構重めなんで、まあ、なんかそことね、やっぱ絡めて2、3000枚一撃で出るフラグってのは、はい、まあ、積んでないんで。なるほど。まあ比較的ダラダラと遊びつつ、ちょこちょこ遊んでる感じで、出玉を増やしていく感じですね、はい、今来ました、こんばんは。昨日、乙女のスロで、新鬼討伐入ってボーナス20連して3000枚出ました、面白かったですと。いや、新鬼神入りゃね、はい、出ますからね、あの、いいですね。さっきのあっちゃんのところどうでしょうね。おにぎりのいいところも3つあげてくださいということですね。あ、じゃあいいですよ、はい、ぜひあげてください。もう多分足りないと思いますけど。あれ、はい、これ当たったんじゃない。じゃ あれ優しいところと、あ、いいですね、かっこいいところと、はいはいはい、あの力持ちのところ。なるほど。なんか村の元気者みたいじゃないですかそれ。これリーチ目っぽくないですか、ね、トリプルテンパイからの外れ。あ、確かにね、またチェリーさんいないのかね、はい、そうだよ、俺圧力って思われちゃう、ね、モッサン、俺たちはバディだ。はい、ありがとうございます。よし、来た。これちょっと入ってないですね。はい、あっちゃん、この人、コメント飛ばすよ。怒ってください、申し訳ない、拾ってきますよ、うん、はい、関西なんで繋がらないんですか。おにぎり貴様の仕事が、いやいや、うち関東ですから。ちょっと関西は分からない。ジャミング的な。いやいやいや、これも全部やっぱ横須賀のためですから、しょうがない。関西の分もうちがもらいました。そうもう今日はね、はい、もうだからあの横須賀見てればいいんですよね、はい、そうそうそう、はい、信用に入って400枚でした、ぶち切れどんまいです。モッサン、ハッピータイムまでですかと。あ、もうちょいしたら、もうちょいしたら入りますよね、うん、まあ ART ですからね。はい、コメントいっぱい書いて、書いて
苦しめてやっておにぎりをやぜひ、ね、お願いしますよ、じゃあ俺も集めてね、皆さん、米書いても、飛ばされます、ぜひ流されて、いやすみません、ね、一応全部拾ってるんですけど、ごめんなさい、落としあったらごめんなさいよ、ね、拾ってるじゃん全部ね、昨日ガルパンでまず3回行きました、ガルパンはいいぞと、ね、ガルパンおじさんじゃないですかそれ、うん、ガルパンおじさん3回はすごいですね、どんぐらい行ったんですかね3回、これはすげえな、ね、はい、なんだろう、コメント読むけど流されてるとね、モッサン、はい、誕生日の歌をお願いします、誕生日おめでとう、はい、ございます、あ、ね、セーフ、セーフです、まだセーフです、今日いけるね、はい、これいやいやいや、まだ始まったばっかりでしょ、そうですよ、ここからね、量産してから、いや、もうすぐ終わりでしょ、いやいやいや、始まってまだ30分経ってないですから、あ、そう、30分で終わりでしょ、そうですよね、モッサン、ハッピーターンはまだですかとかね、いや、まだまだですか、うん、まだ、マイアルティーは同じですかね、はい、関西のキコちゃん、ぐるぐるしてるねとかね、まあ、毎日ね、違うテンポで今やってますからね、そうですね、はい、うん、あ、モッサン、ハッピージャグラーはまだですかと、あ、まだ、まだ、まだはい、マイマイがおにぎり死ねだってそんなこと言わないでしょ、マイマイ、あ、言わない言わない言わない、うん、どんな MC ですか、死ね死ね言ってる MC ってあっちゃんでも言わないだろで、どこが拾ってるだ、どの顔が言うてね、この顔ですよ、関西 見れないからこっち来ました、あ、モッサンだってことで、あ、どうもありがとうございます、本日はですね、パチスロ偽物語をね売ってますので、そうですね、はい、モッサン、自分今日誕生日なんでハッピーバースデーって言ってくださいと、はい、誕生日おめでとうはい、ということでね、あ、横須賀店よく行きます、お、ありがとうございます、もう会員カード持てるかな、じゃあねえ、いや、それは当然持ってるでしょ、やっぱねえ、いいこと多いですからねえ、できるできるね、はい、はい、上げ上げ設定の特徴つかめたら教えてくださいねとね、はい、勘ですあ、そこら辺やっぱ勘ですから、こうこうこうだからじゃなくて、なんかいいな、これなんかいい、関東の、気候なんで スロ配信とか目を疑ったぞ、和骨ってことでね、どうもありがとうございます、今日はね、もうスロットで行こうじゃないかっていうね、はい、おにぎりとおむすびの違いを教えてください、まあ、握ってるか結んでるかですね、そこら辺は、ね、はい、面白そうだけど出玉の面でイライラしそうと、あ、それはちょっとあるかもしれないですね、はい、ね、でも面白いよ、はい、ね、まだ面白い、そうそうそう、はい、偽物打ってる、打っているな、お金払えとかね、閉店後ですからね、はい、和骨です、おむそばチースどうも、ね、はい、仲しいともっさんが、見たいからおにぎりだけど我慢する、いや、いいですよ、あなた強くなるよ、強くなる強くなる、はい、仲しい南国も物語はいつ何台入れる予定ですかということでね、導入時期はね、ちょっとまだ未定なんですけど、はい、あれ導入はいつでしたっけ、最短が3月の28、3月28、はい、で、まあ、ちょっと他の機械との兼ね合いを見て、そうですね、まあ、5台ぐらい入れれたらいいかなとは、いいかなと、はい、思ってるんですけどね、思ってたんですかね、ありがとうございます、おい、2番しゃべんなってね、いや、おにぎりですよ番号で読まないでね、はい、あ、よう入りますね、入りますね、グレンビー、そこから、はい、おにぎりじゃなくて おにぎらずに解明したらどうですかとね、あんま変わんなくないですかね、関西のキコちゃん見れないんだけどトラブルですかね、あ、そうですね、いや、ぜひともね、今日はもう、じゃあ、もうあのミッドナイト見ね、見てください、はい、関西キコちゃんってね、どうしたんですかね、モッサン、中市に誕生日プレゼントの、バナナ、あげたって本当ですかとか、ね、あ、あげたあげた、おめでとうって、もらいました、そんな、食べたじゃん、せつは、あの、切ない、なんか白目向きながら食べたよおい、なんか持ってる、それ、ね、なんか入ってるやつやばいやつね、今流行るのやばいやつですよ、本当に、うん、ね、いや、大丈夫大丈夫、変なの入ってないからもう普通の バナナで、うん、大丈夫大丈夫、はい、おい、2番が、答えるな NG は、あ、すみませんね、はい、皆さん最近食べたい、食べたい美味しいものを教えてくださいと、ね、食べたい、食べたい美味しいもの、焼肉食いたいですね、焼肉、あれいいですもんね、私はすき焼きですかね、すき焼き、あ、いいですね、すき焼きね、やっぱ肉類ですか、そうですね、やっぱあそこら辺は結構あの美味しい感じで、まあ、お高いの食いたいですね、あ、なるほど、ね、いいですね、はい、裏でギアス配信しているからそっち見てきますもんね、あ、そうなんギアスね、はい、次もあるよ、ね、中市池澤雄介の大冒険は何台入れるんですかと、そうですね、まあ、ワンボックスは購入させていただこうかな、なるほど、いいと思います、ね、いろいろ金ありますから、あ、これもらったやつですね、これ入ってるのかな、ね、はい、モッサン中市今幸せですかと、ね、
今ね、うん、幸せですよ。はい、モスさんはお腹すいた。なるほど、中シアトーってことね。あれ、はい、幸せです。あれはどこ行ったカタカナのやつは。いや、残ってんじゃねえか。いや、もうね、あのちょこちょこ入れ替えてるんでね。マジかよ。はい、で、はい、長嶋さん好きですが、そろそろ我慢の限界です、ね。はい、なんで2番じゃダメなんですか、教えてくださいよ、2番さんってことね。ダメなことはないですからね。はい、長嶋3世の、あ、ごめんなさいね。はい、長嶋3世の池澤少年の事件簿は何百台入れるんですかと。もう前代、もう専門店です。専門店。全部買いちゃうみたいな。はい、モッサン、おにぎりの具は何が好きですか、美味しいと思う具を教えてくださいと。筋子。ピンポイントですね、うん、筋子が一番いいですか。いいですね。なるほど、ね、お、ワンチャンあるか、右ってね。はい、スイカは右フリーだからね、狙わなくてもいいよと、ね。あ、そう、 あ、はい、ありがとう。あ、ね、これで楽になったわ、うん。はい、モッサン、ね、おにぎり、気候な、加古川店に、ジャミングしてるんが、気候な加古川店に、ジャミングしてるってマジなんですか。してませんよ、気のせいですよ。そこまでするか。いや、そこまで強力な電波ね、東京から無理ですから。はい、おいしかったとね。モッサン&ナカシーは、何をしてる時が幸せですかと、ね。スジコ食ってる時だな。うん、筋子がいいんですね、一番やっぱりどうしても。はい、ですね。はい、今日焼肉行ってきた、美味しかったってね、いいですね。いいな、うん、行きますね。はい、今日、あ、これだね。長嶋にとってデスソースは、絵的に美味しいですかと。いやいや、もうちょっとそろそろやめたいぐらいの勢いにしますけど。あ、なるほどね。はい、こんばんはでね、投下しますよね。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。モッサンと流し、キコちゃん歴何年ですか。私は1年前から見てますと。ヒラツコはそろそろスタートいつからでしたっけ。スタートヒラツカいた時ですよね。スタート2年ん、一昨年の1月とかですか。そのぐらいからですね。はい、こんばんは。今日中嶋さんのおかげで10万キコ勝てました。次回も LINE お願いねと。ね、あ、またね、ちょっと、はい、まあ、情報はちょっと絞って配信するんで、あんまり回数はちょっとないんですけど、はい、なるほど。またまた LINE が飛んだ際にはぜひ、はい、そうですね、ぜひチェックしてください。はい、蓮舫2番じゃ、ダメなんですか、リーチ名ってね。長嶋、池澤ですね、スイートバージョンは何台導入しますかと。そちらはですね、まあ、ハンボックスですかね。はい、ハンボックスはちょっとハンボックスぐらいは気持ちで入れたいぐらいですね。はい、モッサンは観覧車に乗ったら何を眺めますかと。乗ったことないからね、分からん。いやいや、仮に乗ったらとか。乗ったら、はい、何並べる。何を、眺める、見る。東京タワー。まあ、場所により、むちゃくちゃおしゃれな感じじゃないですか。場所によりきですね、そこら辺は。ね、確か釣りでいいよ。はい、そうですね。池田さんと、長嶋さんで、ちっちゃいおっさんコンビを結成してくださいということでね。はい、中嶋さん、モッサン、このカミカミ MC どうにかしてほしい、頑張ります。NG でね。モッサン、筋子とイクラと、ハラコならどれが好きですかと。ああ。いやー、でもおにぎりの具だったらやっぱり筋子かな、はい。なるほど、アウトなんだよ、退場退場早いな。筋子アウトでございます。はい、もうパンパン書いてきますよ。はい、こんばんは、初見です。中下の録画画面は何ですか。生放送です。デスソースでイニアナイト来た、レインボーですね。はい、あ、カイジの日でレインボーさあ入りましたね。はい、デスソースでイニアナイト入院した人いるよ、危ないですからね。マジで。はい、筋子ってどこがうまいの。筋子って何の卵ですかと。いや、鮭。はい、だからあのあれですよね、あのくっついてるやつっていうか。そうそうそうね。あ、この台の美味しい演出って何ですかと。あれ、この台の美味しい演出。演出大体まあ忍出てきたらね。はい、うん、まあまあまあそうですね。あつきら美味しいみたいな。忍か、おしのめめとかね。はい、それが、出てきたらいいかなと。ね、はい、2番は、キコちゃん歴3日だけ、そんな少なくないの。1年半ぐらいやってますよ、なんだかんだ。皆さん初見です、こんばんは。はい、こんばんは。はい、アウトー、ね、こんばんは、アウトで。挨拶もできないのか。
完全にそんな気がしましたよね今。いやいやいや、もうね、ありがとうございます皆さんね、順調にいくんですよ。はい、長志、先週のデストめっちゃ辛そうだったもんねと。いやもうそろそろあれやばいぜ、まあ、本当に労災出んのっていうちょっとそうですね、軽く、まあ、翌日まで行きますからね。いや余裕で行きますよ、ちょっとあれ食った日帰って飯食えないですからね。はい、ね、お兄さん聞いてもう、パチンコは、キコでしか打たないことを、決めた、キコ遠いからなかなか行けないけども、いやぜひぜひ来てください。あ、お願いします、ね、頼みました、はい、ね、おめでとうございます、うん、はい、モッサン流し、アグネさんもう寝ます、あ、そう、コメントが飛ばす、あ、すみません、ごめんなさい、ごめんなさいね、どこどこ、ね、なんであっちゃんいないんですかとかね、僕の回だ、だからですとか、カミカミじゃないですか、それはすみません、モッサンリスモです、鬼武者のパチのメーカーでどうでしたっけと。いらっしゃらない、はい、知らない、店長にあるまじき発言が存じ上げないね、はい、ね、あれ、協力じゃない、協力、うん平田君言ったらそうですかね。さあこれで入りましたね。さあこのね準備中がねたまに意外と結構ね長かったりするんですよ、ね、お、はい、ガイ店長みたいに中志も、そのうち入院するかもねということで、しませんよ、大丈夫、元気ですからね、はい、今来ました皆さん、こんばんは、はい、こんばんは、はい、アウト、おい、はい、はい、まだ残ってんの。いや、置いてきました、ちょっと一旦どうなってんだマジではい、これでね、面白いART も一応入れますか。いや、ボーナスと ART でマイナス、あ、でも ART になるとこう継続するとあれなんで、あ、まあそうですね、じゃああくまでボーナスにしますか、はい、プラチナディスコまだあるのね、これ曲ですかね、いいよ、はい、瞬間文春の池澤です、中島の LINE 画像を入手したら来週号に載せますねと。あれ、それは確か、あ、それもしかしたらバイバイ行くかもってやつ、あ、これボーナス当たっておにぎりちゃんと引いといてね、はいはいこれは、はい、ありがとうございますね、自己申告制ですからね、変わればいいんだよね、変化すれば、はい、はい、でこれでね1個減りますね、あ、回リプレイの確率はということで、回リプレイもう出てんのかな、はい、回リプレイ、なるほど、だよ、中島回リプレイアウトということでね、回ですね、回入ってます、マジで、はい、ボーナスなくなったやん、ね、準備中の BGM めっちゃいいですね、はい、バギモンみたいな怪図柄って狙えないのとね、パチンコしか打ったことないんだけど、怪獣の木ってどうなればいいんですかと、お、3倍、まあ、後の演出が成功すればっていう感じですね、はい、まあ、色がどんどん上がっていけばって感じですね、パチとね、今さらだけど某ほか動画で、ワニダンス打ってたんだね、待ってたんだよってね、入ってますからね、さあ、なんかこの、ね、さあ5倍で今15倍ですね、はい、関西止まってるけど、流しか、モッサンの陰謀なんですかとかね、いや、これおにぎりの陰謀ですよ、はい、NG ワード、わざと、残してんのとかね、そうですよ、ちょっとね、そろそろ帰ってきますよ、また、はい、あっちゃんは優しいよね、流しがかわいそうだって、食べてあげるのに、おにぎりさんはその勇気ある、いや、俺毎回食ってるからね、中氏の分とか関係なく毎回、うん、おやばい、それ熱いっすね、これいいですね、はい、中氏は今回はクラッカーですと、中下段見たか、はい、上中段に狙ってた、ね、上中段、はい、そういや、パチンコだけどサザンアイズって導入するんですかと、いや今のところ寄せないですね、今のところはない、はい、なるほど、ありがとうございます、あー燃え尽きちゃう、あー、いや、まだ復活ありますね、はい、勝負どころってね、はい、はい、流し今回、あ、これもね、マイマイブチ切れてモッサン死ねだってさ言いませんよ、そんなことはね、はい、流し今回なかったんですかね、勝負どころってね、お二人に質問です、おにぎりの具で、好きなものは何ですか、また食べられる方でとかね、はい、あー、まあ僕無難に鮭ですね、あ、鮭、なるほど、ツナ、モッサンツナ、ツナ、なるほどね、たかが17倍かってことね、きたーとかね、勝負どころとかね、まあ今のがこれ20、ワンセット20ゲームで、その後引き戻しのチャンスゴー入るんですけど、はい、そこのゲーム数の上乗せなんですね、はい、でチャンスゴー中は10分の1で ART 引き戻すんで、はい、
もうこれだけあれば、まあ、ST の確率が試験上乗せすれば上乗せするほど継続率が上がっていくみたいな、はい、そんなイメージですね。勝負どころとね。もさん、おにぎりの具は何が好きですかね。ウィンナー。ウィンナーウィンナーってで、そろそろデスト以外も変えていいと思うんだよな、来たーとね。和骨です。横鹿店は、エヴァ店プレミアムエディションは何台ありますかと。何エヴァ店プレミアムエディションは何台ありますか。あ、8台8台、うん、1パチ今だからね。あ、なるほど、ね、これ入ってるということでね、お願いします。はい、おにぎりの兄弟、おにぎらずは今日いないんですが、今日はいませんね。おにぎりの悪いところを1000個あげてください。いっぱいありますよね、めっちゃ乗ったやんとね。チェリキチのハリセン リベンジはいつになりますかっていう。あ、まあ、次、ね、次かな。はい、次週チェリーチェリー出るみたいな感じですか。ございます。はい、これだね。初見です、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、パチのことはモッサンに聞いたらいいんですかと。そうですね、パチンコのこと、流しのこと。いや、もう僕スロ線なんで、はい、ね、左やばいよってことね。はい、気候な関西は放送が止まった。お、よう行くな。倍、また倍、まただよ。めちゃめちゃありますね。途中まで読んで流すおにぎりしっかり読むよ、すみません。30も載せたから47語りでね。おにぎりちゃんと、コメント読んでくれよってね、すみません、飛ばしまくってるんでごめんなさい。会議でね、わかりましたけどね、入れてきますよ。はい、裏に30も載ってるから47プラス15で62ゲーム、実質平均180ゲーム載ってるのと一緒だよと。ああ、なるほど、ね、それは分かりやすい。はい、そしてトレが来たってね、左やばいってね。あ、状態がね、いいですね。ありますよね。はい、おい、おにぎりを関西マジでどうなって。あ、セーフティー。はい、さあ変換、ここからね、増えてきますよ。関西どうしたんですかね。ねえ、ちょっとまあ、ね、回線事情が悪いのかちょっとね、多分いろいろあると思いますけども、大変だな。ちょっとね、すいません、もう少しね、皆さんちょっと。今日どこのお店かな。今日はさっき言ってたのは加古川って言ってましたかね。あ、加古川。はい、もうちゃん、ない、終了、もうかい、うん。はい、エヴァとかね、2番、曲がれ曲がれてね、左やばい、今来ました、こんばんは。はい、こんばんは。もっさん、すじこ食べたことないんだけど、美味しいですか、生臭くないと。美味しいよ。美味しい、普通に美味しいですかね。あの臭さがまだいいんだよ。あ、なるほど、結構、まあ、好き嫌い分かれる感じですか。そうあ、なるほど、もっさんは好きってね。万枚出すなら、なんて台を打てばいいですかと。あ、万枚、まあ、ね、出やすいってことですかね、これ。まあ、ゴッドじゃないですか、うん、ゴッド流しはゴッド。 お、次回あ、コンバトラ、コンバトラ V じゃないですか。いや、なんかモッサの台すごい調子いいですね、うん、はい、関西まだ見れないんだけど、関東より来場者が多いのはやっぱり関東より来場者が多いのはやっぱり お兄のせいですか。ああ、それは関西の方がいい。嫌われる。はい、あ、またバイバイ。バイバイ。すげえな、そんな入ります。うん、入るモッサン馬みたいな。じゃあもう超バヤバヤのね、ぜひ入れてください。エクストラサービスとか見たいな、ね、はい、ゲットだぜってね。マクロ配信だけ関西は来場者700超えてるのにちゃんと配信してる関東負けてる。頑張りますよ。さあ獲得2倍、ね、LINE に、パチンコ&スロー以外の情報は載せてくれないんですか。流し情報とかと。あ、なんか乗っけときますか、ねね、なんかね、オートメッセージとかいう機能があるんで、はい、はい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 、あ、普通に、はい、まあ、例えばバトラーとか入れるとこうバトラー君の画像が出てくるようにできたりできるんで。なるほどなるほど、はいはいはい、はい、それでちょっとなんか僕の名前とか入れたらちょっとええ感じの画像を。そうですね。今来ました、こんばんは。なんでおにぎりがいるんですかってね、たまにいますよ、水曜日は。今来たよ、毎週おにぎりですから。毎週じゃないですね。この台の画面が白くなるバグがあるってネットで出たけど、今のところは問題ないですかと。今のところはないです、はい、なんか大量馬のセットがするとなんかちょっとなるみたいなのも見ましたけど、はい、どうなんですか ね、 ね、まあ、稀な症状だとは思うんですけど ね、 ね、そのしょっちゅうってわけじゃないと思いますけどね。はい、筋子って、いくらみたいなやつですかと。あ、そう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 、はい、何が違うんですか。いや、取ったタイミング。そうですね、うん、だからあの鮭のお腹から出てきたタイミングだとまだ筋子なんです。そう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 、そっからあの一つ一つ、はいはい、バラすっていうか、
あ、バラすと、はい、いくらに、いくらになるの、はい、ね、はい、モスさん、今何語、何語溜まってるのとかね、今何語溜まってる、はい、何もすかね、まあそれそれ終わったら多分出るんじゃないですか、ね、なるほど、81、ね、あ、今47、確率より8連以上はしますよ、はい、あ、そう、あ、ガタリ、ガタリか、すれすれ、いいね、何ガタリね、中志、あっちゃんとおにぎりどっちが、MC としていいですかと、まあやはりね、ちょっとあったトップ MC ですから、はい、え、あのどっちですか、あっちゃんがね、あっちゃんとかね、あっちゃんアウトうわそういうアウトの仕方もやらしいなやらしい感じになっちゃったよ本当ですか、ごめんなさい、ね、これおにぎりがもう入れたとしか思えない、はい、そういう風に見えるじゃんね、いやいや全然もう視聴者さんがね、俺って言わなきゃやっぱもうちょっと NG1 個追加みたいな鉄板ですねはい、74語りぐらいでね、すじこのおにぎりってどこで買うの、コンビニオリジン弁当と、結構ローソンとかで売ってますよ、あ、本当ですか、普通に結構売ってるんですか、今どこでも結構売ってますよ、セブンでも売ってるし、あ、結構いろいろ売ってるんですね、これは相変わらず強いよね、次期、島田市長の中村おにぎりさんこんばんはとかね、無理ですね、今回のこれは20ゲーム固定だからめちゃくちゃ強いと、そうですね、はい、まあ、前とか結構すぐ落ちましたからね、あ、当たりましたよ、ちゃんと減らしてくださいね、あ、当たりましたか、あ、来た、はい、ね、はい、じゃあ中地ね、ボーナス聞いたんで1個減らします、はい、今回でね、吉井さんは今何してるんでしょうか、吉井さんは今ね、オナニーしますねはい、毎週してるな、はい、毎週どっかのね、この時間しますから、こんばんは、スロットしないけど横須賀配信好きなんで来ました、ありがとうございます、過去、汚い体のおにぎりを覗くって、いや大丈夫ですよ、ね、大量バロスで白くなるって防衛機能か何かかなっていうね、どうでしょうね、何なんですかね、はい、モッサン流し、おやすみなさいとかね、あ、おやすみなさい、あら、おやすみなさい、はい、デスはやっぱりきついよね、今度から、コブラチリにしないよとか、ね、いや待って待って、ちょっとやばそうやぞ、これも結構辛いんですよね、それ相当やばいやつ、これ相当やばいやつですよ、何千倍とかでやってる、そうそうそう、本当はね、痛いやつっていうかね、はい、中島さん、ハバネロ丸かじりしてとかね、あ、まあ、いやそのままね、それはやばいって、マジで、まあ、生は多分きついっすよね、多分肛門ぶっ潰れますよ、まあでも平塚虫食ってますからね、それに比べればまだいけるかもな、まあ、そうですね、もうね、頭おかしいっすよ、本当に、あのコオロギ、サソリ、あと芋虫を耐えましたね、まあ、ありえへん、ありえへん、はい、ほんまに、ね、語りは転生の、勝負ダマみたいなもんですかと、そうですね、うん、ああなるほどね、わかりやすいですね、はい、スロット打ったことないから、打ったことないから、見ててもわかんない、でも横須賀だから見るよとね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、81も溜まってるってね、たまなんかね、いっぱい溜まった、こんな溜まんないですけどね、こんな感じ、はい、たまにおにぎりさんが MC なんですか、早めに教えてください、最初から関西にいますそれは秘密だなそれはもう当日まで、それ言ったら見ないでしょそうですね、もうはっきりね言われてましたらで、モッサン、バナナはおやつに入りますかと、入りますバッチリね、はい、明日マジハロか偽物打つか、あ、どっち行くか、どっちがいいんだろうと思って、あー、まあどっちも遊びやすいですからね、スペック的には、はい、まあまあまあ好きな方ですかね、そうですね、あんま大差ないと思いますよ、あ、大差ない、じゃあまあ好きな方打つのがいいかなっていう感じでしょうか ね、 そうですね、愛で出玉は出せますから、はい、なるほど、ラブイズ、はい、ね、はい、ねえねえ、なんかし関西の罰ではサソリを食べてるんだけど、サソリ食べてみないとかね、いやいや、遠慮しておきます、デストかけてば、使うむしろね、いやいやさらに倍みたいな、虫はやばいって、ね、いや、デストかけたらもう湧かないで、いや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 絶対飲めないっすよ、はい、基本的に飲めないね、大丈夫だよ、はい、ですね、おにぎりが食べてくるよ結果俺がね、いやいいっすやってやりますよ、そんな流しのためにね、勝負玉みたいなもんです、出川おにぎりさんこんばんは、どうもこんばんは、やばいよってね微妙だな、はい、いや昨日結構、あ、前、うん、結構表面良かったですけどね、あ、そう、はい、優しいね、ね、ありがとうございます、語りは300ゲームまで、貯めたらマジで終わらないからなとね、あ、そうなの、はい、そうですね、ね、まあまあまあ、はい、モッサンかっ、モッサンかっこいいよと、あ、ありがとうございます、はい、モッサンアウト、ありがとう、アウト、なんだそれ、
俺行ってアウトだよ、はい、いやもうこれもおにぎりの陰謀ですよ、まあね、はい、まあね、行きにくいね、あのか、はい、はい、中志おめでとうと、ね、ありがとうございます、はい、ハードっこい、中志ちゃんと減らしてくださいねって、分かってるねとね、左今どんぐらい出てますかと、左、はい、獲得で、あ、獲得は獲得、あれ下に出てんじゃないですか、ね、獲得が、まあ、137枚だよ、137枚今のところ、まあ、あれボーナスボーナスがちょっとね乗ってないから、はい、乗ってない、 ART だけだとね 1.2 なんでね、はい、横須賀って拡大計測器ついてますかと、あ、ついてますよ、はい、全体ついてます、はい、ついてますね、はい、コブラってデストの150倍だっけ、やばいの、マジで、うん、あの150倍あるの、はい、モッサンはあっちゃんとおにぎりはどっちが好きですかと、いやどちらかで、あ、おにぎり好きですよ、あ、ありがとうございます、ね、うわ汚いな今、はい、大人の汚い部分を見たな今、はい、好き好き好き、で、左の術語悲しいことになってる、でも関西はデスを口に含むだけだよとかね、あ、吐きに行ってんすね、だ食べましょうよ、もったいない、もったいないですか、そんなもん、もうクソ野郎、バンバン作ってやるからそうですね、もう本当に、近くのホールは3日で最高700枚ひどいよとかね、あ、これはね、これはひどいな、はい、昨日中市平塚の放送 見てたんですかと、いや昨日見てないで、ない、うん、で最悪ですね、関西では、池田がサソリを食べるのに10分も、かかってたよ、中島さんは3分で食べてねと、いやいや、むしろ10分、いやむしろ10分で池田ことを褒めてあげてほしい、いやでも本当 ちっちゃいですよ、いや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 、どんぐらいあのサソリかわかんないですけど、いやもうちっちゃいとかでかいとかそんな問題ではないあ、全然サソリっていう、もう気持ちの問題だって、あ、いやいやいや、ね、無理無理無理、うん、ね、はい、そういえばこの台は設定いくつ打ってるんですかとかね、これ一番上ですね、はい、モッさんありがとうアウトだよとかね、あ、さっきなんですすいません、おにぎりなんだお休みでね、おにぎり新しいお財布欲しいの、お金ください、たかりじゃんもう、ね、でも昆虫は栄養価が高いんだぞ、確かに、まあまあまあ、貴重なタンパク源ですよ、ね、これ、いやでも別のもんで取るからいいっすよ、はい、あ、栄養のねバランスは別のもんから、はい、マジハラの方が 5倍出玉出るんだよね、おにぎりと圧力どっちが優秀ですかとかね、あ、おにぎりですね、ありがとうございます、いや本当に、じゃあね、あの毎週、あの、うん、横須賀でお願いします、ありがとうございます、いや、あちゃん、あちゃんの方がいい、あちゃんの方がいいね、おにぎりさん先が見えないのでさようならお元気で、いや俺の元からの最後のセリフそれ、はい、毎週辛いの食べてるけど慣れないもんですかとかね、慣れる慣れる、一番下はねちょっと味覚がバグってきたんで、はいはいはい、まだって感じですけど、そうですね、上2つはもうダメっす、ね、そうですね、サドンデスはやっぱり何回食っても慣れないですよね、あれ、はい、サソリか、サソリ硬いよとね、起きていたら見ますってあっちゃんが話していました、おにぎりさんに、ん、おにぎりさん呼びかけてみてってね、あっちゃん起きてますかってね、はい、モッサンはツイッターやってないんですかと、やってないです、やってないね、初めてもいいんじゃないですか、池田店長がサソリを、かじったら変な汁出てきたって言ったからモッサンも食べてと、変な汁、はい、いやでも比較的いける人やないですか、まあ、そうですね、もうねそれはそういうのは勝負してね、負けたらね、そうですね、いやいや無理だわ、それもあとは調理の仕方もありますね、カリカリに揚げてくれればいいとかね、だってなんかそれ、あ、次回お、来た、ハッピー、 あー、これで戻したんちゃいます、うん、ARP、これで入りましたかね、来た、はい、今日の罰ゲームは何ですかとかね、まあ、多分またヤバいやつですよ、時間に入ったら死んじゃうやつですね、な、うん、はい、中市ミルワームおすすめだよとかね、何それ、もうでももうすでにワームって言ってやばいやん、ワームワームってもう、5センチぐらいのその芋虫、ちっちゃい、いやもうさ寄生虫と変わらないいやでもね結構見た目はね本当、あ、虫だなっていう感じですよ、いや無理無理無理、ね、あ、関西って本当口だけのやつばっかだよな、大したことないよなっておにぎりが言ってました、いやいやいや、あ、言ってた言ってた言うタイミングないですよあんまり、いやもう皆さん頑張っていらっしゃるもんね、口に振ってるも大変、じゃあおにぎりは G の踊り食いを してくださいねってことね、 G の踊り食いしたら多分本当に死んじゃうでしょ、 GG ぶりです、 G ぶり、 G ぶりさんね、はい、都市伝説とかで よく あるじゃないですか、なんかそのまま食べたら生きててみたいなやつでしょ、そうそうそう、いい食い破って出てきたみたいな、生命力強いからみたいなね、はい、関西キコちゃん復活してるとね、はい、あ、関東のキコちゃんってどこが一番最初なんですかと、
わかんない、どこだろう。一番最初、最初月曜日ですかね。多分始めた時、伊勢崎伊勢崎はまだなかったです、途中だったんで、平塚ですかね、多分。あれ平塚発か、平塚って横須賀、最初月曜日だった気がしたんですよ。あとどこだったっけ、あと戸塚、平塚、横須賀ぐらいしかなかったんですよ。戸塚やってないよ ね、 ね、起きてるよ、あっちゃんと、どうも。はい、スロー打たないのでわからないんですが、偽物って、パチンコでいうとアマネジみたいなスペックなんですかということなんですが、これなんて言ったらいいですかね。はい、そう、まあどっちかって言ったらそういう感じですかね、うん。まあ、当たりは軽いかなって、ボーナスの当たりは軽めですね。そうです、その分まあちょっとこう最高出玉が出づらい仕様にはなってますね。はい、はい、ありがとうございますね。実際ホールだと白ボーナスでも ART 当たった人に、いなかったと、おにぎりさん明日も見えないので、もっと頑張ってください、ありがとうございます。テルマエといい、デンマ選手といい、DT といい、中志といい、横須賀は危ない人の集まりですかとね。いや待って、なんでそこに俺入ってんねん、おかしいやん、うん、まあ、全員含めて横須賀ですからね。はい、あ、あれですね、最初のキコちゃんあれですね。はい、モッサンの返答が適当すぎる、でもそれが面白い、ね、あ、ありがとう。はい、ボナ来ないと枚数伸びないんだねということでね。まあそうですね。はい、おにぎりさん、彼女いた時あるんだ、へー、勝負しいってことで、そんな勝負してないみたいな普通にやってましたよ。日常の延長ですね。虫大嫌いだから、ちょっとかの、やり取り本気で嫌だ、寝ようかなとかね。そんなに嫌い、もうこういう話も嫌なんですね、なかなか。はい、カブトムシの幼虫を細かく、あ、細くした感じのがミルワームだね。そうですね、はい、食べやすいんじゃない。食べやすい、まあそうですね、まあ、でもちょっとね、なかなかヘビーですよあれは。ね、カブトムシ、あ、これだね、食用ゴキブリは食べれるよとね、私も、昨晩虫が出てきた途端に見るのやめました、ごめんなさい。あ、そうなんですね。あ、まあ、ね、そこら辺はね、もうやめた方がいいっすよ、ね、本当に。いやでもほな、いや、あの、久々だったんでね。はい、別に、まあ、毎回じゃ ないんでやっぱり記念会、LINE の情報見たいんだけど誰、登録すればいいんですかということで、あ、ね、はい、ID 検索で、うん、K.横使って調べてもらうと、はい、出てくると思います。乗っけられないのかね、画面に。あれあります。乗っけないですか、画面に ID というか。あ、 ID、 はい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 、あ、あの、乗っけられますよ。あ、じゃあちょっとそれ乗っけてもらえれば、はい、ちょっともう一回いいですか。あれ、なんか違わないといけない。はい、 IDK.横須賀で、 K.横須賀ですね。はい、はい、まあ、PWorldにも一応あの QR も載っけてますんで、はい、まあ、ちょっとどっちからか QR を読むか ID を入れてもらうか、はい、してもらえればこちらですね、お友達登録できると思います、ね。はい、LINE ID ぜひ、ね、お願いします。モッサンありがとう、アウトでは、あ、すいません、モッサンありがとう、言った、アウトということでね。いや、今日油断ならないですよ、マジで。すいません、すいませんね、そういうパターンか。いやでもこれってあれでしょ、もう結構減ってるんじゃないの。いやいや、あの、モッサンボーナスあんま引いてないですよね。そうかい。いや、そのぐらい分かるでしょ、自分で見てて。そうかいっておかしくないですか。あ、うん、はい、そうですね。明日は吉江さんだから見るよ、ぜひ見てください。語りの天井ってあるんですかと。あ、これ熱いやつだ、うん。上限ってことかな、多分そうだと思いますね。上限はないでしょうね、特にない。なるほど。それ、ね、暑いともっぱら噂のやつですね。そう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 、知ってるやつ。あ、歯ブラシ、歯磨き、そう、これだいぶ興奮しましたよ皆さん、ね。あ、最初のキコちゃんは平塚、横須賀、戸塚に蒲田。あ、蒲田あったか、はい、もう蒲田、そうですね、最初から。あ、でもブロック長出てたな。そうですね、さあ最初の、さああら残念。いや、復活がないんだよね。はい、次のボーナス当たった時に逆押しで設定判別してみてくださいということで。あ、さっきちょろちょろやってました。惜しかった、はい、すいません、ちょっとさっきまで上中段ビタやと思ってたんで、はい、で次からね、中下段でしたね。はい、モッサンとね、今度コブラチリ差し入れしますねということでね。あ、大丈夫でしょう。あ、ありがとうございます、ね。え、食うんすか。いや、もう個人的に持って帰ってください、それを。いや、食べさせる。うん、はい、今来た、こんばんは。今日はおにぎりが関西キコちゃんに、喧嘩を売っていく配信ですか。違いますよ、もうみんな仲間でも平塚見てね。中志、今度お湯ロデオやってよってね。あ、
あの頭の上にあのお湯を入れたコップを置いて、それであのあのロデオマシーンに乗るんですよ。いやいや、ざっくりびしゃびしゃになりますから。え、なにそれ、え、平塚でやってんの？あ、そうです、そうです、あのちょうどあの昨日の配信で、いや罰ゲーム会なんでぜひね。いやもうあの横須賀でももう大人のやつで、ね、熱々ローション入れて、あちょっとヌルヌルする感じ。そう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 。で、ワンチャンですね、虫怖いよってね、先見えないのでさよなら関係ないだろ、先見えない関係ないですよ。まだ虫の話続いてるから、寝ます。中志またね、お休み。いやもう終わ、ね、終わりましたよ。モッツさん、モッツさん、中志まだ、溜まってますか？ちなみにどのぐらい、あ、本当だ、あ、本当だ、本当だ、ね、どのぐらい溜まってますか？下ネタじゃないよとね、3日分ぐらいは溜まってるんじゃないですか、ね、なるほど、モスさんは、あ、溜まってないですよね。溜まってない、うん、ね、はい、じゃあ、溜まってる、アウト。あ、じゃあ俺行ってないから OK だあ、へ、プラマイゼロ、プラマイゼロ、あ、あれ、あ、ボーナス、プラマイゼロですよ。じゃあちょっと、はいはいはい、こっち全然来ないんだけどちょっとね、なんか対局ですね。だボーナスめっちゃ引く方となんか ART なかなか終わんない方でみたいな。ちょっと俺も ART 入れてえな、ね、あ、しまった、絶対吹いてんじゃないよ、はい、モッサン、今日も可愛いねと、あ、ありがとう、うん、ですよ、はい、語りの天井は30じゃなかったかなと。あ、そのぐらいですか。でも正直原作好きな人、 おボーナスーとね、やりましたね、来た、お、わからな、さあ、ということでね、じゃあモッサン1個減らしますね。逆押しで中段にベルが転廃したときに中下段に白7をビタで止めると出ます。あ、こういう、こうすればいいってこと、うん、なるほど ね、テルマエ、デンマ戦士、中志は、危ない人だけども、モッサン、フジモンは癒し系だよねと。いや、騙されてますよ皆さんあ、そうでもないですか、モッサンも、開けませんよ皆さん、騙されたら、なんならこっちの2人の方がもっと危ない系だったりするんですかね。でも正直ね、でも正直原作好きな人とかじゃないと出にくい機種か、あ、手出しにくい機種で、あ、集団転廃した時ね、うん、はい、謎ループ解析まだわからないねと、まだちょっとそこら辺に出る、謎ループデストックやろうとね、あ、転廃した、うん、はい、ね、おいおい平塚見てねじゃなくて、横須賀見てねの間違いだ、いや全部関東見てくださいね、さあね、やっていきますよ、 NHK、試して合点、次回3月16日で最終回、山瀬まみ、涙の予告っていうね、あ、終わっちゃうんですか、試して合点。山瀬まみって平塚出身ですので。あ、そうなんですか。そうですよ、へえ、実家ありますよ、あれ、え、あ、もうあの平塚に実家があって、へえ、それ初耳でしたね、遊びに来たらいいんですね。チャレンジゾーンの、語り展示は30だよということで、ありがとうございます。あ、そうなんや、ね、長志結婚と誕生日おめでとう、ありがとうございます、ね、もうハッピーだらけですから、はい、モッサン、モッサン、長志に今度鈴丸みたいに、黄緑色の全身タイツで出てくださいと。あ、いいよ、あいつそんなんやってんのだから昨日はね、そういうあの全身タイツでいろいろ何目指してんのか分かってない、あいつ原因まあ結構ね、いろいろやってますよ。昨日は配信中にあのラーメンも食べてましたし、それ景品のやつじゃないですかまた、いや、赤まで行きましたよ、赤まで、赤まで来た、これ行くんじゃないですか、ね、あるかなとかね、これどうなればいい、それこの出てくるキャラクターで設定し、はい、設定しさで、設定しさというか設定さがあるんで、しのぶちゃんとかが出てくるとかなり結構ええ感じです、もろたかなっていう感じですよね、はい、スロットで、機械割り完全攻略の場合って書いてあったけど、どういうことですかと。まあ子役の取りこぼし、まあ一枚役とかも全部取った場合、はい、まあ理論上、はい、まあ 100% 以上の出率になりますよっていう感じですね、はい、ありがとうございます、はい、はぁ、よいしょとね、これ特化だな、はい、モッサンのもっこり見たいです、うほ、うほじゃねえ最近多いですね、ねえ、だんだんなんかあの横須賀にそっち方面の人が増えてるね、気がしないでもないですけど、もうそういう人しかいないからね、ボーナスだね、あ、違う、ARTかな、人聞き悪いですよ、そういう人しかいないってなんですか、あ、減らしてくださいよ、当たりましたよ、当たりました、はい、おっ
おかしいだろう。いいですね。なんかあれ変な機械使ってんやん。変な、ね、今日のために仕込んどきましたよ。張り紙貼ってあるでしょ。お宅のお店。はい、よいしょですね。はい、鈴丸はマジで腹効けるよな。あっちゃん追い越すんじゃないかなってことね。あ、そんな黙ってんだ、あいつ。あ、いや、体はね、まあ、身長がね、あるんでね。タッパあるだけで騙されてますよ。クソデブですよ、あれ。83キロって言ったかな。いや、もうちょいあるんで。もうちょいありますかね。いや、結構。もうそろそろ1トンに近づく勢いじゃないですか。出た、0.1 トンですね。0.1 トン。噂の。はい、よいしょうかね。こんばんは。今日の罰ゲームはネットかぶりですかとかね。それいいんじゃないですか。それ昨日ですね。はい、今日はいつもね、辛めのやつ言ったんですよ。はい、プラチナディスコはいい曲だわ。あ、いいですね。よく分かってらっしゃいます、ね。はい、関東はあんまり変な罰ゲームとかやらなくてもいいからねということですね。あ、やらないやらない、やらないですね。あ、まあ、そこは関西枠に任せておいたらいいですからね。確かに、まあ、そこはね、まあ、曜日によってのね、カラーがありますから。そうそうそう、うん、大丈夫です、全然ね。はい、ということでね、いや、なんか順調っちゃ順調ですね。モンさん何枚ぐらいですか今。480、うん、はい、もうちょっとね、ボーナスがね、かなりはもうパパンってね、1000枚ぐらいいっちゃうと思うんで。コナンがね、はい、おいおにぎり、LINE 登録 できねえぞ、もうするのや、やめたって、そう。K ドット横須賀？アットマークは？あ、アットマーク K ドット横須賀か。流し。いやいやいや、なんかアットマークってあんな基本的に入ってるもんちゃう。あ、はいはい、入ってないんかな。アットマーク K ドット横須賀。アットマークアットマークですね。で、ちょっと待ってください。アットマークからの K ドット横須賀。はい。はい。こちらですね。すいません。店長とかで入れたらね、はい、流しで一緒に。おー、しのぶちゃん出たよ。しのぶちゃん来た。あ、ほんとだ。いや、かわいいな。かわいいね。おチャンス。はい、おいおいおにぎってね、すいませんね。はい、すげえ、500枚超えるんだとかね。強そうなやつ出てきましたよ。あ、熱いやつね。はい、お、行った。カイジュ来た。カイジュが確定したのか。あ、そうなの。あ、ここでの直中戦じゃないですね。はい、2番ミスったからアウトってね。あと入れるのが通りでユーザー登録できませんってなるわけか。もう登録しません。いやいやいや、入れてくださいもんね。大丈夫ですからね。目指せ1000枚って、ね。はい、サイレントとチャンス予告って結構変わるんですかと。はい、ごめんなさい、結果変わるんですかと。いやいや、結果は変わらないですよ、はい、内部でもう全部楽しみ方ですかね、はい、そこの。はい、レバーを強く叩いて骨折した、あっちゃんは今日はいないんですか、トイレですかってことね。そうですね。強く叩いてなかなかいませんよ。今日は流しに誕生日プレゼントです。鈴丸からタイキックですよねと。いやいや、僕がタイキックしますよそれは。さあ、ハッピータイムですね。あ、もうだいぶ減ってきたな。そうですね。例えばボーナスもうちょい欲しいですね。そうですね。はい、鈴丸は親分そっくりになってきた気がする。あ、これなんか結構いい。確かに確かに、そうですね。そのうちのおーと言われるんですか。おいおいおにぎってね。はい、2番ミスったからだと、中志、俺たちはバーディーだー。はい、アウトー。バーディーアウトー。あー、これ4つぐらい言うまでは消えないですからね。いや、わかんないですよ、意外とさらっとね。いやいやいや、これで終わりかもわかんないですよ。もう僕、いや、人は学習しますから。なるほど。まあでもね、応用ってものがありますよ。はい、2番のツイッターブロックした方がいい流れですよ。しないでしないで。あ、来た、デカプッシュ。あ、これこれ、ええやつやないですか。はい、残念、無駄引きってね。はい、なんかボーナスな気がしてならんだ。はい、準備中の公約は何か恩恵があるんですかと。 ART の、まあ語り乗せるんじゃないですか、うん、かなって言うんですよね。残念、あ、無駄引きね。はい、月日とカレン、あ、月日と、カレン、どちらですかっていうことで、カレンちゃんです。カレンちゃん、モさんはどっちかって言ったらか、そうね、カレンちゃんかな。カレンちゃんの方が好きと思いますね。ボナうめーとかね。これ多分このまま ART ちゃいます、はい、あ、解除中に引いたし、はい、あ、減らしました、ちゃんと、はい、
減らしてくれましたちゃんと。今から減らしますよ。いやいやもう完全忘れてるやん。いやいや言ってください。もうあの自己申告制ですよ。えー、そういう感じなん。あ、当たった当たった当たったよ。聞いて聞いて、はい、申しおかしかったけど、はい、さあこれでもあこれ終わっちゃうかな。 これ3ゲームかな。 3ゲームあって、この3ゲーム間でレアウェア引くと継続確定ですよ。そうですね、フリーズよろしくってね。流し、誕生日プレゼントに、私、私もって DJ が、出待ちしてたらどうしますかと。んなんてなんて誕生日プレゼントに、あ誕生日プレゼントに、あの私をと言って JD 女子大生が、JD、はい、もうそうなったらもうちょっと僕が愛人専用カードを渡す感じでちょっとお渡しさせてもらおうかな、ね、採用ですね。モッサンすげえなってね、ボナを見えてね。モッサンはスタイルいいから全身タイツも様になるよねってことね。あ、そうかい、ありがとう。確かにモッサン身長何センチですか。177。あ、177、そうですね。だからあのアズケンさんとモッサンがあの立ってるとすげえなんかシュッとしてるんですよね。あ、確かに、ね、あの絵面二人の、うん、モナの見えてね、フリーズよろしくってね。モッサン、俺たちはうん、そうね、うん、そうねってね、会話みたいなですね。はい、あ、モッサン、ありがとうってね、いや、入ってないですね。はい、モッサンすげえなってね、チャンスゾーン中のボナは ART 確定みたいだねと。そうですね、クライマックス演出中もボナ揃い、ボナ揃えても演出 見れるよということで。ああ、そうなんですか、うん、はい、機械割り設定2で100超えるやん、めっちゃ甘いやん。そうですね、ね、100.1 でしたね、さっきちょっと調べたら。ね、うまい。ね、モッサンアウト、ありがとう、モッサンありがとうアウトね。さあ、やっと ART ですよ。はい、昨日鈴丸が一緒に仕事した店の店、あ、失礼、仕事した店長の中で一番良かったのは、親分で、クソだったのはゴラムって言ってたんだけど、二人はどうですかってことね。いや、あのね、それは権力に媚びてますよ。彼もですか。あ、もう完全にゴマスリにかかってますね。それよろしくないですね。なるほど、ね、まあ、人それぞれありますからね、そこら辺はね。はい、レバーオンでフリーズカットね。はい、まんま防衛報告一件も見当たらないからこの放送で頼むわと。ちょっと時間が足りないかな。まあ2時間ぐらいしかないんでね、いつもね、モッサンクパーってね。はい、モッサンピンクと言ったら、うん、いいんじゃない。はい、皆さんサンキューを日本語にしてくださいと。やだ流し。いや、まあアリが10匹的なやつですか。アリが10匹的な、なるほど、ありがとうございますね。中志大好き、今週も元気もらいましたと。あ、よかったです。ですね、毎週中志元気あげてる、ね、お礼言った方がいいんじゃないですか。ありがとう。なるほど、ありがとうございます、ね、うまいな、ね、さあ今のところね。でもさ、これでさっき抜けてしまって、うん、はい、5枚ぐらいでしょうね。あとやっぱこの超バイバイもあるんでね、そこら辺もやっぱ見せてほしいですよ ねエクストラと超バイバイはちょっと入れてみたいっすね。そうですね、そこら辺は。はい、中志、生きてるって感じがするときはどんな時ですかと。生きてる、うん、あ、まあ飯食ってる時じゃないですか。なるほど、飯食ってる時が、生きてる。そうです ね、はい、ということでアウト、来てるです、来てるアウト、はい、そんなことある。そんなかった、ね、どういう NG。 、はい、初めてのタイプですよ、来てるっていうのに言い切ってる、ね、そういうタグも入ってくるっていうのは、ね、いや、素晴らしいですね、皆さん頭いいですよ。素晴らしい。で、前作カイジもねってね、中志になまったってね、ありがとうね。モッサン、そろそろ誕生日の歌をお願いします。いや、今日はいいんじゃないか。拒否、まさかの拒否。いつもあんだけ言ってくれたのに。でちなみにバグったら店って保証してくれるんですかということでね。わー、どうなんですかね、まあ、お店とかにもよるんじゃないですか。まあ、でもちょっともしかしたら難しいかもしれないです ねちょっとまあ機械の故障だとね、はい、まあ、それも込みでっていうのはもう、はい、放送とかこうどっかにポスターも貼ってあると思うので、はい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 、ちょっと そこはまあお店によりけりですね。はい、ちなみにね、中志ピンクといえばローターだっつってんだろ。ありがとう、ね、モッサン、あ、これだね、はい、アウト受けるってね。はい、中志モッサンの真似すんなってね、モッサンの真似。
はい、流し、俺たちはバーディーだ。はい、アウト。バーディーアウトです。いいですね、さっきのというとね、2つプラスですよ。めっちゃ狙わせるやん、うん、いい感じですよ、本当に。超バイバイってバイバイ中のボナでワンチャンなんでしょうと。あ、どうなんすかね、今回、うん、まあ、そうじゃない、いいんじゃないか、ね、はい、そうかな、保証する義務はないとかなんとかとね、ない、はい、中志信じてサンキューって言ってって。サンキュー、アウトだけんじゃねえよマジで。いや、もう俺がサンキューですよね。中志サンキュー。いや、まあまあ、でも ART 引き戻したんでね。なるほどね、なるほど、たすきね。はい、これは設定6かなってね、 上ですよね。中志パーッとね、モッサン、俺たちはおまあ、なんかそれ以上言わなくてもあの、わかんだろうみたいなね。おうってね。新しいな、新しいのどんどん出てる。そうですか。そうですね、やっぱモッサン、やっぱね、造語、造語というかね、信号作るの前に、うん、ありがじゅうね、ありがじゅう、ありがじゅうですね。はい、おにぎりピンといったらロータだったらね。はい、最高設定でね、なるほどってね、中志そろそろ寝るわ、バイバイってのね。あ、おやすみなさい。はい、ありがとうを英語で言ってみてとかね、さっき言いましたよ、言いましたよ、ね、じわーっとかね。じゃあ次ね、じゃあまた ワード変えていきましょうかね。そうね、はい、何も引けないな、これ明日末かとかね、遊びに来てみてください。はい、流し履いてますか。履いてませんよ。履いてないそうです。流し安心できない ね、安心できないですよね。横漏れ注意ですよ、流し。はい、モッサン、今日もおにぎり様に、靴蒸らしてますかと。ああ、いいんですか。いいですよ。いや、やめてください。この前本当あのダブルだったんで、もう、うん、デスソースとモッサンだったんで。あ、もうそれは辛い。いや本当に たまに夢に出てきますから。病院行った方がいいっすよ。いや本当にもう鼻の頭の匂いが取れないんですよ、だから。うわー、辛いわ。ねえ、たまに、ね、大げさだろ。いや、やっぱイメージ大事ですから。これぞよってね、パチスロでメダル入れて次は何をするんですかと。ね、このね、棒みたいなやつを叩くわけですね。すごくすみませんね、書いてあった。はい、中志ってね、はい、4000ゲーム近く ART なしの台があって、はい、おっちゃんと店員揉めてたとかね。あ、それはね、まあまあまあ、今打ってる方の気持ちとしてはね、はあれですけども、なかなか難しいところですね。逆にね、そこまでちょっと言われるとちょっとどう、ね、頑張って入ってほしいなとは思うんですけどね。思いますね。はい、400ゲーム、あ、これだね、おい2番、明日の戸塚のために寝るわ。いや、もうちょっと頑張ってくださいよ、もう明日戸塚もあるけどね、明日明後日頑張れば多分休みでしょ、ね、皆さん焼肉いや、あの土日だったらって、皆さん焼肉ではどの部位が好きですかと。あー、僕中落ちとか、うん、好きですけどね。中落ち、はい。モッサンはお、デカブッシュさらっときましたね。はい、中志、のぶたパワー注入やって。あれ、どんなんやったっけそれ。のぶたパワーで、あれですよね、堀北真希と、あのぶたをプロデュースですか。そう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 、はい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 、あれどんなんやったかな。ヤマピーとってですね、あれどんなんでしたっけ。僕もちょっとあんまり地味な女の子をプロデュースみたいなやつですね。そうですね、のぶたっていうあだ名のね。あ、これ当たったよ。はい、お、終わらす。はい、じゃあモッサンマイナスですね。モッサンマイナース。よっしゃ、はい、お役が引けんな、ね、追い出し食らったってことね。あ、やっぱあれですね、偽物人気ですね。もう1000人超えてますね。マジっすか。はい、いいよ。ねえ、おにぎり、今は彼女いないんですか。今いませんね、募集中です。ずっといませんよ、ね、ずっといませんよ。いました、いました。2ヶ月前までいましたよね。シャミ、ね、あの、逆もしろ、はい、はい、モッサンは履いてませんよねと。あ、履いてませんよ。履いてます。履いてるって、何がまあ大体、まあパンツ的なやつじゃないですか、大体。 何それ、一般的に。で、また東海地方で地震だって最近多いねとかね。あ、確かに、ね、気をつけてくださいね、皆さん。で、中志ポロリありがとうってね、あ、皆さん遊園地で好きな乗り物を教えてくださいと。フリーフォールが好きですね、はい、あ、ビューってあの下を、あの、そうそう、高いところから、はいはい、あれ怖いですよね。モッサンは、いや、行ったことないからな。え、行ったことないから分からんな。え、遊園地ですか。
これはちょっと、はい、おすすめの遊園地進めてあげた方がいいんじゃないですか。ジェットコースターと観覧車とアドナイアンとギャップが、はい、あなるほど、ね、はい、モッさん観覧車アウト。なんだこれやろ。それはもうプロレスラー、完全にプロレスラーだよ。はい、来ましたね。はい、モッさん先週いなかったから嬉しいです。あ、はい、ありがとう。追い出しくらったってね。おにぎりはどの部位が、あ、おにぎりではどの部位が好きですかとね。海苔。海苔、はい。中島は、まあ、あの表面ですよね。表面ってなんだ、どこの部位とか、まあ、部位か一応表面って言ったら、ね、中島ね。はい、皆さん信じてハローって言ってください。やだ中島。え、ローハーですか。で言ってハローって言ってほしいって言ってんじゃないですか、しおちゃんがね。いや、おにぎりってるからいいじゃない、はい、俺がみたいな入ってますか、うん、昨日一パチデートでね、追い出しくらったらね。はい、モッサンボーナスおめでとう。おおおおなんか親戚のおっさんみたいじゃない。おおはい、モッサンでね。おにぎり分かれたのなんでですか。先が見えないって言われたからですよ。低設定は白ボーナスは40分の2だったよと。40分の2いや惜しい、ね、モッサンありがとうとね。あ、いやね、めっちゃ粘るな、上乗せねえけどとりあえず粘るね。いや、モッサンありがとうとね。ゴスロのバケで100枚余らせたから、カニ味噌と交換したということでいいんじゃないですか。カニ味噌美味しそう。いいじゃないですかねえ。2ヶ月前までいたのおにぎり、相手の方ガンガンに行った方がいいのでは。いやいや、目は悪かったけどね、大丈夫、コンタクトもつけてましたからねえ。まず、はい、流し観覧車乗ったら何しますかとかね。もうそんなやることは一つですよ、もうね、はい、うるさいうるさい揺らすだけですよね。なるほどまあね、そこら辺の内容はね、お察しということで。はい、おにぎり、2番で呼ばれてる感想をどうぞとかね、なんか囚人みたいな感じですね。はい、流し、俺を信じろ、俺たちはバリーだ。アウト。いいよ。はい、ございます。いい仕事してるね。起きたね、モッサンの王好きだよって。おこれいいよ、来たよ、はい、ほら、あ、また ART、うん、いや、いいですね、なんか対照的です。なんか ART バカバカ入りますね。そうね、さあ、ということでね、どんどん上げていきますよ、うん、確定早いな、綺麗ってことね。綺麗だ ね、まだ7回残ってるよね。え、これはいいですよね。え、強制、はい、ギリ引きましたけど、はい、何もねえの、ないのがいいの、ね、マジかよ、はい、もうモッサン、もうモッサンせこい、それでも店長信じられない、もう、もう見てられないよ、だからハローって言ってよと、ね、やだかたくなですね。おにぎりの放送で追い出し食らうとは不快だわ。いや、すいませんね、1000人超えちゃったのでね、すいません。モッサンハッピータイムおめでとう。おう、はい、おう、アウト。おう、これやろふざけんじゃねえか。はい、いただきましたね。強制なんもねえのかってことね。ね、あのタイミングで引いてないんやったらチャンスゾーンか、うん、その後に引き換わったな。ね、はい、モッサンハッピータイムね、あ、忍出てくるってことね。まだ悲しかったな。はい、ね、はい、モッサン店長なんですか。中島もモッサンも店長なんだってことね。そうだよ。そうですね、お二人とも店長さんでいらっしゃいます。モッサンといると本当に和むな、本当に好きです。うん、何なんすか、その態度は。何もできねえじゃねえか。モッサン手足もがれたみたいになってる。あれ、いや、もう見つけてください。モッサン流しは、偽物好きだったんですかと。作品ですかね。ああ、でも見てましたよ、はい、見てましたか、うん、モッサンは。ああ、もう全部見てるよ。全部見てる、全部見てる、ね。はい、バイバイか、ボナあるでしょうっていう。あ、強制かな。うん、ねえ、なかったっすね。なかったですね。悲しい。はい、今日エヴァテンナーまで9連のうち 2回、2400発だったよって、ね、まあ、あれ、そんなあるんですか。あります、あります。すげえ、それ打たないから13パーぐらいじゃない。13、あ、結構ありますね。忘れたけど、うんね、都内雪すごいんですけど、本当に降ってんの。マジで
勘弁ですね。さあ行くぜ兄ちゃん、行くぜ兄ちゃん、おう聞いてるね。ナカシーはゴンドラを、壊したことはありますかってことで。そうですね、まあちょっと諸事情でね。どんだけ激しいてか、ゴンドラぶっ壊れる瞬間は死ぬ時ですからね、それ。おっまた予告来ましたね。お、まゆちゃん、はい。今回天井ストッパーないのは、まだ良かった結果42枚だったけどということで。まあ天井浅いんでね、はい、まあしゃあないっちゃしゃあない、しょうがないですよね、そこら辺は。モスさん、ボーナス後何ゲームですかと。ボーナス後何ゲームですかと。27ゲーム、フリーズまだとね。長瀬の奥さんはアニメ見るんですかと。あんま見ないですね。あ、見ないですか。でもね、僕の影響でコードギアスはちょっとハマりました、ね。あ、なるほど。ルルーシュ。ルルーシュはね、でもスザコハイ言ってました、ね。あ、そうなんですか。いいですね。モスさん、うん、頑張れってことですね。はい、モスさんふるさ、モスさんのふるさとから見てます。頑張ってください。お、うん。激アツ。うん。うん。来てますね。お、はい、ちょっと大人のやつは。ハート&ブレイク、はい、詳しいですね皆さん。バイバイ抽選はしてるでしょうってね、はい。子供の頃給食で出た、牛乳、コーヒーとイチゴとフルーツ、どれが好き でしたかと。むしろ通常のやつしかなかったんですけど、ミルメイクね。えモスさんはミルメイク、あ、ミルメイク、はい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 、あの入れるやつですね。あのどんな種類あんの、はい。ね、モスさん、それを信じてくれ、俺たちは、うん決して、はい、来ました、モスさん、はいよ、はい、かかってる、ね、さっきの境地じゃないこれってね、おすすめのラブ法を教えてくださいですね。あーっとね、平方にあるチャペルココナッツぜひ行ってくださいあ、そんないいんですか。いやもうね、もうどういう内装なんですか。内装というかね、もうちょっと枚方市民、いや枚方で生まれて育った方は一度はお母さんに、はい、あれは何って困らせたことがあるんだけどね。あれですか、もしかしてあの外側は結構あのそうですね、お城みたいな、ガッツリピンクなお城がね一号線沿いに立ってるんで、はいはい、まあそうですね。お、はい、2枚来ました、ね、おすすめ。偽物演出好きだけど分回した飛ばしてしまうから調整 してほしかったってね。あ、演出かな、はい。永遠の発情期、流しは先週電魔戦士に憧れたんでしょ。いやまさかね、あんな逸材が出てくるとは思わなかったですよね。そうですね、まさか前回、ね、あ、バイバイ収納、はい、これ超倍あんじゃないですか、頑張りゃ、うん、はい、ですね。モスさんのね、追加とね、おお、超、あ、超来たよ、これどれにしようかな、はい。じゃあ これモスさん1個ね、削っていきますよ。お、ワンチャンとね、これかな、はい、これにしようか、はい、追加とね、追い出しすごくなってきたから寝るね、2人ともおやすみってことね。あ、おやすみ、もはやモスさんとの会話が成立しなくなってきてるんですねはい、ちょうどね、あ、モスさんバイバイアウトーとかね、おい、すいません、すいません、いいじゃねえかよ、まあ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 ね、ボーナス引いてないんですよね、モスさんバイバイアウトってね、ありがとうございます、超バイバイで、超バイあんのかとかね、はい、ワンチャン、どうなんすか、前確か海図柄の3連揃いからとかでしたっけ、はい、うん、そこら辺ですか、今回はね、どうでしょうって思いますけど、はい、そんなモスさんが好きだよ、お、うん、はい、はい、うん、アウトおいいや、基本的にパチンコ館で出てくる人は会話が成り立たないんですけど、どうなってんすかさあ、りょうさんね、モスさん大好きってことですね。あ、そうかい俺も好きだよ、うん、さあ、このままね、さあ、ですね、今のミルメイクは、液体なんだよね、自分の時代は粉だったよと。ああ、私も。あ、僕は液体 でしたね。なんか歯磨き粉みたいなちっちゃいやつに入れてビューって入れるやつでしたね。なんかおにぎり言うとやらしいな、いやいやいや、完全にね、全然ね、いや、その館長かなんかだと思ってます、違いますよ、ミルメイクですかね。1000人のに、コメント数が全然の、伸びないなってね、皆さんもっと打ってください、ね、モスさんひどいよ、俺を信じてくれよ、俺たちはしろ
知らん頑固親父的なねはい、モンスター大好きね。今日温泉行ってきたけど風呂上がりのコーヒー牛乳って美味しいよねと。そうね、いやいいね、ちなみにあのどんな味が好きなんですか、あのモンスターは。何を。いや、いろいろ種類あるじゃないですか、あれ牛乳。はい、牛乳は、はい、あれだね、ノーマルでいいんじゃない、うん、なるほど。流しはまあやっぱりノーマルじゃないですか。あ、ノーマルがいいですね。はい、牛乳アウト。なんだと、はい、牛乳アウトでございます。ありがとうございます。モッサン愛してるぜとかね。はい、モッサンひどいことね。流しボーナス早よってね。ボーナスね、引きたいな。はい、清原も粉だって言ってよ。それちょっと種類が違うかな。モッサン扉開けて天地をボタンか。おにぎりはいくつなんですか。僕27ですね。おにぎり若いってね。インフルエンザで熱も、意識朦朧としてるので寝ます。おやすみなさい。寝ましょ う, それは寝ましょ う, お, お大事に、うん、ね、来週行くなよ。はい、ください。ね、ビタ押しひどないと思うね。あ、逆で、うん、まあ平行ぞろいの時じゃないとね、うん、ちょっと止めれないんで。はい、あ、ね、はい、あ、ね、すいません。流しとモッサン、モッサンオーアウトで、流しボーナスアウトと。あ、はい、まあ、知ってるのは僕と塩谷さんだけなんでね。はい、すいません、そういうルールです。さあ、どうしたらいいんだろうな。なんかいい返事ないか。そうですよね。はい、来た。でもあれですか、モッサンボーナス引いて、あ、そうか、引いたけどプラスね、これ。はい、流しは脱脂粉乳時代かなってことね。いやいや、いつや。そう、なんか昭和30年代のメニューとかですよね。おじいちゃんやないか。おじいちゃんやないか。バイバイチャンス準備中で、どやり離席した人がいた。その後、対して 乗って なかったってね。まあ、そう、まあそこまでね。まあまあ、でもそんなもんっすよ。いや、もういい流れの時は席離れちゃダメ。そうですね。それはちょっと切ないですね、なかなか。長いな、おい。ねえ、はい、ちょっとね、パネル行きますか。あ、じゃあ、あ、もう、はい、いきなりかよ。じゃあちょっとね、おい、あ、セーフ、よし。はい、ちょっとね、なんかじゃあ、じゃあちょっとね、NG ワード変更ですね。20倍。はい、あ、超バイバイ。ちょっと待って、どこだ。雑誌に帳倍あるかもって書いてあったとかね。まあ、解説サイトでもなんか帳倍もあるかも みたいな感じがありましたね。はい、燃え尽きた。さあ、合計が22倍。でも1枚大体あるだけいいっすよ。ね、おにぎり1000個目いけなかったら罰ゲーム3回なの。おー、ないそれ、ね。そういう上乗せ特化ゾーンで絶対離席しないわってね。流れ変わりそうだし、分かりますね。そう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 、分かる分かる。ね、あ、普通のバイバイヤーってね。あ、インフルで思い出した。中志、おかげさまでインフル治りました。先週日曜から仕事復帰しましたよってね。コンバドラ、はい、これはよかったっす、ね、こちら、給料ドロボーさあ、コンバドラ、はい、コンバドラ V。 カン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 、はい、はい。俺なんて置き時でバーズ揃いして離席したけど、てんてんてん、ね、お、はい、復活。あ、ありました、復活したね、実はあったとかね。いや、でも本当入りますね、バイバイね。いいよ。いや、モッサン上手ですね。うん、ありがとう。はい、ね、はい、ありがとう。あとー黙ってろ。はい、ね、ありがとうございますね。で、固定入るんだけどな。流しボーナス確率を教えてくださいと。うん、大のあれってことかな。はい、ちょっと僕が打ってる間はわからないんですが、はい、まあ、通常のボーナスやと、まあ、1から6で199分の1から178分の1って感じですね、うん、なるほど、そんな感じです。液晶をこすってる人いたけど意味ないよねと。ないっすね。まあ、ちょっと触れ合いたかったんじゃないですか、はい、キャラクターたちは。そういうね、楽しみ方もありますからね。リプレイでも終わらないんだねってね。モッサン、ナイブ、これ状態っぽいねと。あ、さっきのよう。あ、そうね、そうですね、はい、ARG が取れ、一番上ですね。お兄さん、顔が暗いよ、もっと明るいところでちゃんとお顔見たい。はい、こんな感じです、ね、どうも、まね、はい、おにぎりバイバイと。
モッサン中志妹にしたいなら、月ちゃんか、カレンちゃんどっちがいいですかと。カレンちゃんです。カレンちゃん妹。いやね、だって月ちゃんはね凶暴だからね。カレンの数字の時あるからね。はいはい、荒々しい感じなんですね。そうそう、割と。はい、モッサンは方言で喋り続けたら全部 NG 回避できるだろうっていうね。あ、そう。ああ、だな、エバサスベちょっとそうかりすいません、会話がちょっとできなくなっちゃうんで。怖い怖い。おにぎり明日の吉瀬のために、コメントを押さえてるんで、ね、押さえてません。バシバシしてください、ね。モッサンの訛りは、青森の何弁ですかと。あ、確かに津軽弁。津軽弁、うん、なるほど。津軽アウトー。何だよそれ、バカにしてんのか。してないしてないしてない。NG ワードです。 NG ワード、ね、波でバイバイ行ったことないけどね。中志バナナはおやつに入りますかと。いや入らないでしょ。入らないですか。モッサンどうですか。はい、入らないの。入らないですか、うん、入らない。なるほど。でバイバイとね。液晶をこする人がいるんだ。おにぎりは、今も、こすってるな。こすってない、こすってない。後ろでこすってるわけないでしょ、これね。いや、何おかずにしたらいいんですか、これ。歯です、ね、すじこすじこおかずにさ。そうそうそう。なかなかの想像力とイマジネーション大事ですから。あるあるある。ねえ、すじこで興奮って。モッサンならではですね。はい、バイバイ。ね、モッサン、彼女にするならどのキャラがいいですかと。どのキャラ。はい。野戦場ヶ原とかね。野戦場ヶ原さん、はい。あら、これは？あ、ダメか、うん。はい、してないよ。具合悪くなったので寝ます。あっちゃんに、ナイキスしてほしいよとかね。いやいや、全然大丈夫ですよ。お、しなくていいよとね。モッサンから、あ、これだね。モッサン、津軽弁で。蒲田って言ってみてください。なんで蒲田。蒲田津軽弁で蒲田。どういうこと。蒲田まあそうなりますよね。蒲田。はい、中志彼女にするなら誰と。迷いまいまいちゃんじゃないですか。迷いまいまいが一番いいですか。中志デスボールやってついでにおにぎりも。もうついで扱いじゃないですか。いやいや、中志の ついでですから。あ、なるほど、はい、デスボールデスボールそっくり。誰やそれ。いや、情緒不安定な人やな。まあ、どっちかというと栽培マンかなみたいな。確かにみたいなね。しっくりくる。そうですね。はい、おにぎりってね、おにぎりさん生で見たらノンスタの井上に見えてきたってね。そのなんかがっかり絵文字やめて、なんかそのなんかふーんみたいなやつね。はい、俺も筋子で興奮するよ。出た特殊性癖。モッサンとこの方。あ、そう、目の前に置くんですかそれは。使い方わかんないですけど。あ、はい、そう、見ながら食べる。別にそれ別におかず、まあ普通のおかずじゃないですか、うん。はい、皆さんココイチ好きですか。まあまあまあ、ですか、ね、あれ普通でも結構辛いと。ああ、まあ分からんでもないですね。ちょっと分かりますね。温玉とか欲しい。はい、モッサン、陸軍大将といえば、陸軍大将、あれなんだっけ、陸軍大将といえば、はい、おい、行った、なんだっけ、なんか聞いた、なん忘れた、はい、すみません、忘れましたね。おにぎりそろそろ銀髪にして、皆さんの好きなカレーを教えてくださいということでね。じゃあモッサンは何カレーが好きですか。なんだろうね、海軍カレー。海軍カレー、はいはいはい、まあね、横須賀ですからね。中志は何っていうよりか手羽入ってると嬉しいですね。手羽手羽先の手羽ですか。そうそうそう、あの手羽。 あれ入ってるカレーが好きは僕家は絶対入れますね。あ、そうなんですか。へー、はい、そう初めて来ましたね。ありがとうございますね。はい、カレーモッサンアウト。そうかい。そうですよ。
さあ順調にね減ったですよ。こんだけハッピータイム入れてるのに ね、 ねハッピータイム入ってるけど全然ハッピーじゃない。中志、迷い、JC やで犯罪やでと。いやいや将来性は大事ですよ皆さん。なるほどね、あの伸びがあるということで伸びしろは一番あると思いますからね、はい、伸びしろですねこれはね。はい、スロット初心者が何でもボーナス揃えられないのに高設定で隣の人に頼んだけど次第に険悪になってきたってことでそれ辛いですね。あ、モサボーナスボーナス、はい、ということでね、で1個減らしますね。 ART 入りすぎ、ほんそれなそれありますね、本当に300から500分の1ぐらいじゃなかったですか、確か、ね、あ、ミスった。さて言うとね、陸軍大将は、ターちゃんの店だろうが、あ、そうだ、ね、陸軍大将、ターちゃんの店だそうですよね。あ、そうだ、はい、流しハッピータイムおめでとう、ありがとう、はい、さっきの高い声、北斗の、あ、北斗とも AT 中の、モヒカンの声 に似てるかもね。あ、確かに、キレブ的だね、キレブ的だね、モッサン頑張れ、イエス外人さんだね。最近ファミマで、手羽の唐揚げ売ってるよね、しかも80円、マジで。ファミマありますかね、駅前、県立大の駅前ありますけどね。あ、ほんですか、僕ファミマ結構けど場所によってあるとか ないとかあるんですかね。手羽 ART 入りすぎ、中志横顔可愛かったよ、うん、何は横顔が可愛かったよと。ありがとう、ありがとう、はい、うちはカレーに手羽元入れるってね、マジうま。あ、いや、そうそう、手羽元ね、手羽元な。でもなんかほらスプーンで食べにくいとかないんですか。いやいや、もう全然食えますよ。あ、全然食えます。結構柔らかくなってる。あ、だいぶ柔らかくなってる。それはいいかもわかんないですね。いや、もうゲロうますよ、ほんまに。ゲロうまは全然イメージよくない。いや、マジもうほんま一回やってほしい。あ、ほんですか。手羽先、手羽元でもいい。いや、もう全然 OK です。なるほど、手羽入りカレーいいですね。はい、普通は普段ここでデスソース食いまくってるから、ココイチの、辛さは、あ、ちょろいんじゃないってことね。そうだね、またそうですか、まあ、また別件なような気がするんですけど、あれはあれで、ね、あ、青森、あ、失礼、モッサン、一戸からこれはここの辺に九の塔って何、あの一戸から、うん、ここの辺でいいんですか。一の辺、はい、八の辺、いや、あの一から、うん、あの塔って書いて一の辺って、これ一の辺、はい、一の辺あるよから九の辺でいいんですか、これ九の辺、うん、あるよ、九の辺の中で青森にある地域を教えてください。一から八まではあるな、九は知らないけど。あ、なるほど、うん、あ、結構あるんですね、あるある、はい、長野県で逃亡してる、強盗犯2人確保、2人目確保されたらしいよーとね。むしろ逃亡してたんすか、ね、みたいですね。怖えな、はい、ということでね、モッサン八の部屋アウトー、なんだよこれ、はい、ね、もう、地元から攻めてる作戦ですね。もう地元ネタか、はい、ございます、安心しましたね、はい、ございます、ちょっとね、NG ワード変えてきますかね、どうしようかな、安心しましたね、そうかい、そうか、ね、さあ、でもなんか順調に出てますね、両方とも。そうですね、モッツァの方がよく ART が続いてるんで、はい、あ、クノヘ、九のヘはクノヘと読みます。あ、そうなんですね、ありがとうございます。あ、また来たよ、ヒデ、おはいはい、ちょっと待ってくださいね、はい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 、いきますよ、聞かせていただきますよ、もうな、もういっぱい引いて1です、1ボーナス次1です、まあ、フリーズ引いたら5ぐらい減らしてもいいですけどね。あ、本当、いや、そう、そりゃそう、フリーズで5はちょっと少なくないですか。あ、じゃあフリーズだったら10いきます。いや、前利性ですよ、前利性、前利性、あ、もうもちろんでしょ。あ、まあそうですね、フリーズ引いたら、まあ、確かにそのぐらいしてもいいかもわかんないですね。もう勝ったようなもんだろ。いや、もう罰ゲーム回避確でいいんじゃないですか、はい、うん、あ、もうその日はってことですか。いや、だもう何万分、20万分の1とかかもしれないですよ。ああ、なるほど、まあ、確かにね、そこら辺言うとね、確かにあるかもしれないですね。はい、おにぎり一の辺よく読みたいなとかね、箱使えないホール、箱使えないホールは極悪ってことですね、とかね、はい、
エンデックから逃亡している圧力はいつ確保させるんですかとかね多分金曜ぐらいに見れると思いますよ。はい、どうですかお二人はおにぎりやりやすいですかとかね、やりやすいですよ。はい、ありがとうございます。空気感をさせてください。皆さん何ですか、もうこれはもうね伝わってくる、もう言わずもがなね、ファイアーシステム。はい、このぐらいの割り程度だったら全力でええやろうともね、いや頑張りますよね。まあでもね、はい、比較的使いやすい機種だとは思いますよ。はい、だからね皆さんチャンスが意外とあるかもわかりませんよ、そこら辺に。はい、このぐらいでね、モッサン誕生日何月ですかと。10月。10月の何日ですか。16。皆さんね覚えててくださいよ。覚えなくていいよ。覚えてくださいね。モッサンを覚えてる、私誕生日まさか忘れてないよね。知るわ。冷たいなね。バケアンの偽イベント、した偽は、偽が出なくて、ゴミ。ゴミ行ってたよ店長がアンドバグあり、祭り場と同じ内容だったし、中氏嫁からバナナのプレゼントはもらえましたかと、バナナはもらってないですね、バナナはもうバナナはもらってないですね。あ、なるほど、上げてる方どっちかというと。そうですね。なるほど、ありがとうございます、ね。モッサン一戸と二戸とここ、九戸は、岩手県でこれ4の部かな、4の部はない、残りは青森県にあります。モッサン本当に青森県出身なんですかとか。な、全部知るかよ。大体だよみたいな、ね、大体だよ大体、地元でも知ってること知らないことありますからねっていうね。大体で生きてるんだ。大体で生きてるんだね。正直設定6だけ別次元だね。おにぎりそれを自画 自賛って言うんじゃないんですかとかね、ごめんなさいね。モッサン元気ですかと。いやイエスとかじゃないですよ。やーなんですね。欧米だなモッサン。で、セラマサノリと同じモッサンとかね。やーいやーですよ。ちなみに実戦の設定値の機械割りが 86% やで。 86% これが下振れしたな、ね、どうなんすかね、ねえ、メーカー発表室と開きがあるので、まあ、2が100あるってことだね。いつもワイワイ楽しそうにしている横須賀が今日は 店長も視聴者もおおって、身構えてしまうということでね。なるほどね。モッサンは定年まで帰コーナーするんですかと。いやどうですかね、うん、まあ、まだ分かりませんからね、そこら辺はね、いろいろ分からないですよ、ね、先のことは分かりません。あ、いいですね、あれじゃあさっきのと含めるともう1000枚いってますよね。さすが86辛すぎやろってね。中氏誕生日の歌お願いします。ハッピーバースデートゥーユー。はい、ありがとうございます。ね、あ、お好み焼きと明石焼きとたこ焼きだったらどれを選びますか。じゃあこれはね、たこ焼き、たこ焼き一択ですか。なるほど、モッサンはたこ焼きですか、ね、たこ焼き、はい、たこ焼きアウト。なんだとこの野郎。なんだとこの野郎ってなって。いやいや、もうたこ焼きアウト。たこ焼きはね、ナイスコメントありがとう皆さん。いいですね、三択の感じが良かったですね今のね。はい、狙いなさいって、上から、いや、あ、狙いなさいって言い方は上からだよな、いいなと思うね。いや、このね、ののしられる感がたまんないですよね、押しなさいみたいなね、はあ、モス、あ、これですね。当たりましたよ、はい、あ、当たりましたか、おめでとうございます。じゃあこれでね、聞きのせい。はい、じゃあこれでね、次行きます。はい、はい、2人は設定1、機械割り何パーだったら許せますかと。まあ、まあ97は欲しいかな。中島は97、モッサンはそのぐらいかな。そのぐらい。そのぐらいだったら許せるですね。はい、中島の好きな、たこ焼きはどこのやつですかってことね。あ、これ関西は結構なんか有名なあれが多いんですか。まあまあ都内のその都内じゃねえや、市内の方、はいはい、
行くと結構ありますけど、あそういうなんか別に全然地元とか行くとそこら辺のおばあちゃんがやってる店みたいなのがあって、はいはいはい、大体そういうとこ行っちゃいますけどね、はいはいはい、僕前どこだったかなあれ、普通になんかあの関西 その下町みたいなとこ行って、はいはい、普通に おばあちゃんが本当なんか家みたいなとこでやってるのが、そうそうそう 100円で6個とか、ね、そう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 、はい、あのそこは200円で20個とかでした、まあ、どういうことと思って、いやでもまあそんなもんむしろなんかね、たこ焼き高すぎますわ、ね、ああまあそうですね、東京とかね有名なのありますけどね。だから、ちなみに実践の設定値の機械割り86%で特定を聞くとメーカー発表に戻る機種多いね。加藤勢、加藤勢ドットコムが解析者と。なるほど。全国平均なのが、ってことですよね。全国設定が低すぎるだけ平均2強ってですね。昨日一番のプラス3枚は何枚でしたかということで。あ、台かな、はい、偽物かな、昨日は3000枚とかやったかな、3000枚ぐらい、3枚で3000枚、3枚で3000ぐらい、中氏は、十字架3の展示会に行きましたかと、見ましたよ、機械自体は、はい、どうでした、あまあまあ純造3枚なんで、はい、まあ、声優も結構有名なの使ってるんで意外とあんま期待しなかったんですけど、はい、よかったんじゃないですか、ちょっとありかなって感じですね、はい、モッサン今日も癒されますよと、いやモッサン右のキャラクターの胸触ってみてくださいと、ね、いやいやってなんですかだから触らないってことですかそれだからいやが何でも使えるみたいな感じだと思うんですよ、ありがとうね、中島たこ焼きアウト、あーすいませんね、じゃあ中島もう一個あってですね、はいはいはい、あ当たりましたよ、当たりました、あジャッチェ会場ですね、いいな来てますね、いいお兄に最近プライベートで勝ってますかって、最近は打ってないですね、それこそあの宇宙戦艦ヤマト今打ちたいんですけどね、オンリーワン、オンリーワンスペックね、オンリーワンスペックだね、はい、波荒れない機種ってね、ちょっとね、じゃあまた NG ワード変えていきます、はい、打ってない、休み何してんの、オナニーってことね、まあ、そんな長い時間できないんでね、疲れちゃうんであれですけど、寝て終わることを、まあ、でもあの休み、あモッサン赤ならボーナスーとかね、はい、ということでこれでモッサンもマイナス1ですね、そうね、さあ、まあ、でもモッサンとか休みの日は何してますか最近は、うち行ってますか、いや全然、はい、掃除洗濯とかも家のことやって終わっちゃう、なるほど、もうあの1週間分のとか、そうそうそう、あれをまとめてやってる、はい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 、待ってますよね、ちなみに中氏は、あ僕パチンコやります、あパチンコやってる、340日ぐらいパチンコやるんじゃないですか、さすがですね、町屋の鏡だな、町屋のそうですね、340、まあ、仕事込み込みだとね、それぐらいいますね、まあそうですよね、スイカでボーナス多すぎってね、モッサンの方が引きのタイミングが噛み合ってるなってことね、そうですね、うん、確かにそこありますね、ボーナスの数はな、はい、俺が打った機種と全然違うね、スイカとかね、お、はい、じゃあこちらね、来た、そうですね、なんだこれ、お二人とも設定6ですかってね、一番上ですよ、こんだけ引きで楽しいよねってことね、そうね、そこら辺はね間違いないですね、はい、はい、何、はい、はい、でも中氏さすがスロも詳しいなと思うね、はい、お、あいせ、ああなるほど、これいいですね、はい、モッサンは独身なんですかと、そうだよ、うん、募集してますよ皆さん、ね、募集してるかどうかはね、あ、本当ですか、それは応募してもらわないとわからない、ね、いやそれを言わないとわかんないでしょ逆です逆、だからどういう人がタイプとかあるんですか、モッサンはタイプか、タイプ、まあ、性格でもいいですし顔でもいいですし、
可愛ければいいよ。ぶっちゃけたな。だいぶぶっちゃけましたね。いや、あの、分かりますけど、可愛ければいいってのは分かりますけど。それね、絵に越したことはないですね。そうですね。性格良ければいいんじゃない。そんな、なるほど、可愛くて性格良ければもうオールオッケーと。すげえ上から行くじゃないですか。だから可愛くて性格のいい人大募集ですね、モッサン。まだね、みんな募集しますよ。そうですね、常に、結婚してても募集してるぐらいと。多分聞かれたらそうだろう、うん、はい、聞かれたらそうだろうってね。モッサンだけ知ってね。ナカシーは、当たったんですかと。そうですね、ボーナスは、ヒットしたんで。なるほど、出ますとですね。金パルはいつ導入ですかと。4月頭ですね。はい、4月頭と同じですね。はい、長氏は奥様と一緒に、パチスロ行くんですかと。まあ休みの日は大体行くんじゃないですか。あ、大体行く。あ、いいですね、2人で行くんですか。そうですね、あ、まあ嫁も、じゃあなんなら嫁の方が詳しいんで。あ、そうなんですか。あ、これもさ、ボーナス。あ、違う、はい、ハッピータイム。あ、バイバイ。いや、引いてもいいですよ。いや、すいません、今回あのバイバイ儲けてないので。なんで？いや、超バイバイ引いたら それこそ10とかあのリセでもいいです。あ、いいですか。さすがにだってまだ見れてないんでね、多分どこの配信も多分超バイバイ見れてないんじゃないですか。なるほど、多分引かな。何分の1ぐらい。いやどうですかね、解析士出てないですけど多分全万とかじゃないですか。そうですね、フリーズ張りのやつじゃないですか。フリーズ手前いい、フリーズとバイバイでも全然全チャラでいいですよ。あ、終わっちゃった。だからね、燃え尽きたってね。ボーナス中バイバイあるんだってね。モッサン、アズケンが店長だった時の一番の思い出は何ですか。暴露とかあったらちょうだいって、ね。何があったかな、いろいろあったからな。何あったかな、とっておきのやつとかないですか。まあいっぱいあると思うんですけど。何あった、そう言われると思い出せないの。あ、本ですか。何あったかな、まあ、なんかこんないたずらされたとか。あ、いたずらばかりしたよ。事務所の何ガラスに石投げたりとか。え？事務所のガラスに石投げる。うん、あのいたら自分事務所に石戻してるじゃないですか。はいはいはい、はい、でそこにガラスになんか石がコンコンコンって当たるんですよ。はいはいはい、はい、で覗くと誰もいなくて。で後からアズケンが来て、はい、あれさっき子供がいたずらしてたから叱っておいたよ。何してんだあの人。いい大人が。 ありがとうございます。何のありがとうかよく分かんないですよね。子供がいたずらしてたから叱っといたよ。なんかその手随分砂ついてますけど何の証拠、証拠掴まれてるじゃないですか。下手くそ預けですか。で、ありがとうございます。で、モッサンが足玉がタイプなんだよとかね。ちっちゃいな、足玉だよ。足玉だよ。好きなタイプじゃないですね。カイツガラって別に揃わなくても割に影響しないよねと。あ、そうなんですか。しないですよ。あ、じゃあ狙わないのよかな、はい、レバーオンでね、全部やっちゃってるんで大丈夫ですよ。はい、長し今日も可愛いにゃん。ありがとう、にゃん、はい、また、はい、ついに僕にもバイバイチャンスが来たんじゃないですか。これこれ来たから、長しもね、やりたかったやつね。明日偽全力で頼むわけね。ボーナスって演出無視しても揃えられるんですかと。そうですね、子役優先制御なんで、はい、子役は揃ってなくてボーナスフラグが立ってれば、はい、いけますね。そうですかね、はい、あいかい。あ、これ分からないね。復活ありますか。ないですかね。いや残念な感じですよこれ。お、来た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 。あれボーナス、あ、バイバイか。あ、好きじゃん。あ、長氏ありがとうアウトですね。すみません、長氏ありがとうアウトとかね。はい、超倍は薄いんですねとかね。いやいや、引いてやりますよここで、ね、長氏がやってやるとね。はい、お、来たよ。長氏、偽のマイスロはしないんですかと。え、偽物語のマイスロはしないんですかとか、ね、あ、もう入れてます。はい、安心してください、入ってます。実は入れてます。おっとね、はい、メーカー発表は完全攻略の場合って怪しすぎるんだよね。モッサンの携帯はガラケーですかと。いや、スマホスマホです、ね、うん、はい、モッサン、俺たちは？いや、はい、いや、アウトー。すげーな。ふざけんなよ、おい。いや、いや、それは入れたやつすげーな。いや、それは逆にあんだけだって使ってたら多分もう先回りされてますよ。おお、たまらんな、はい、15とね。はい、中志、先週言った私の誕生日覚えてる？覚えておきますって言ってくれたけど。もちろん覚えてますよ。ああ、いっぱいだ。覚えてます。以上ですね。
あ、ちょい質問でね、例えば中氏の奥さんが中氏が働いている横須賀店に打ち来るのは大丈夫って、ね、あ、それはもうダメですね。はい、ございませんね。ね、まあ、身内ですよね。あれ、はい、モンスターのアウトとね、3枚のうちホールはマイナス5000枚2台、マイナス1200枚1台やでとかね、中氏アウトとね、さすが高設定はちょいちょいマイナスで終わる、終われる、おーってね、ありえねえとね、マイスのキャラ誰と誰ですかと。今はカレンちゃんか、カレンちゃんしますね。ね、はい、もっと丁寧に打ってとかね。ごめんなさいね、打ちますよ。中氏の喋り方がすっきりって言いますよ。あ、ただいまー。中氏アウト、ありがとう、アウト。いやいや、あじゃいまーす。若干言い直してましたよ。いや、これ真偽だな、それか。はい、家族でも働いているとこはダメなのか、ありがとう、あちゃいまーす。言い換えればいいね、言い換えればね。はい、ね、はい、自動補給じゃないのかと、ね、そうなんですよね。お、ボーナスやったぜ。じゃあなしですね、早速。いい、忙しいなね。はい、おにぎり1000個目いかなきゃ罰ゲームね。皆さんコメント言ってください、ね、たくさん来てください、ね、モスさん起きてますかと。起きてますかモスさん。いや、そう、もはい、そうだね。何言ってんすか。もうシドロモドロみたいな、ね、フランケンみたいな。そうだね、おはようみたいな。カレンとバケバケヒロインの方は誰ですか、迷いですかと。バケヒロインの方は誰とかね、迷い、いや、まあ迷いちゃんでしょう、迷いちゃんですか、はい、この店横須賀のどこに行けばいいですかと。ね、端っこの方ですね、端っこの方、海沿い走ってこれば、そうですね、これますよ、見えます、見えます、見えますから、海風公園、海風公園ですね、目印に来てもらえれば、はい、ありますんでね、ぜひとも、ね、ちなみに駐車場はあれは何台あるんですか。500台ですね。500台、皆さん漏れませんよ、安心してください、ね、モスさん起きてるとね、モスさんおにぎりに、歯磨きとかね。誰得なんですかね、俺とモスさんの歯磨き。はい、昨日三重で偽の展示会行ってきましたが、注入と、駐車ができてますがどうお考えですかと。注入と注射ができてますがどうお考えですか。何、あ、どういうことだ、注入と注射、どこ行ったら、これな、何のあれですかね、ちょっとごめんなさい、横須賀遠いな、とつかならいけるがとかね、あんま変わんない、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 気合い、気合い、ね、いける、いける、京急、京急ですね、おにぎり1000個目いかないと100回罰ゲームなとかね、多分死ぬまでに終わんないんじゃないかなと、マイスロ、トレポイントって、よくわからないと。ああ、トレポイントってあるんですかね。入った回数とかですか。まあ、あとは引いたフラグとか、多分試行ゲーム数とかも全部入ってくると思うんですけど、そこら辺ですかね。中氏起きてるってね。起きてますよ、はい、皆さん、コメントを、この辺りでストップしましょう。3倍のデスオーニーやめてやめて、番組のね、今日やめてください、これはね、もう俺だけ の、 あの問題でなくなるから。いや、だけだよ、なるほど、うん、俺がもう見れなくなっちゃうよ、みんな、いいよ、はい、ちょっと待って、おかしい、おかしい、いやいやですよ、それ、はい、今日は1000個目がないとおにぎりだけ罰ゲーム、嘘、勝負関係なくなっちゃうね、今日も笑ったわってね、ありがとうございますね、丁寧に打ってくれてありがとう、はい、あげます。はい、今日もあったね、初見とかね、いいよいいよっていうな。さあ、お互いにいい感じ。おにぎり、米打ってって言うけど、米飛ばしてもお前呼ばれて、読みます読みます。今チャンス、今チャンス、今もうバイバイチャンスね。もうあの2回読みみたいね。やっぱ設定6は別格、いいなーってことね。モスさんはダチョウクラブの人ですかと。あ、そうですよ、あ、終わっちゃった、つかなかった、はい、あ、でも結構ですね、269ゲームで、さあ、これでね、
さあここでそうですね、着物せばなんだデス4倍にしましょう。明日吉井さんだから関係ないからね。横須賀に行けば6打てるんですかってことね、うん、いや来てみて触ってください。来てみて触ってって感じです。そうですね、来てみて触って横須賀のお店。さあどうだ、ないかな、ダメだ、ね、10日がいいですね。すげえ事故ったとね、ダメだ。さあということでね、今ちょうど2時ですね。あ、本当、はい、なんだジャスト2時ね、フリーズ危険なことな、はい。いやでも分かんないです、もしかしたらもうこのあと数秒1分ぐらいでバチコーンってありえますからね、無限の可能性がありますから、そうですね、無限の可能性ですね。いつ来るかね、分かりませんから、そのったらね。ですげえ事故だね、おにぎりくん、まあ、おにぎりも出そうで胃に穴開けて1年ぐらい入院したらいいよ、ね、もっさん出そう、山本でお願いします。いや やめてください、もう僕にも家族がいるの、いや よくないもん、いいのかい？いや死んじゃいますからね、いいのかい？言えてる、ね、読まないと楽しくないよというね、読みますね、おにぎり次コブラチリ生き延びなとね、もう消えちゃうから地球からね、いますよ、はい、無視すぎ、しすぎると、やる気なくします。いやすいません、読みますのでお願いしますもう、おにぎりなら瓶生きの飲みでも生き延びでもノーダメでいきそう。やばい、大ダメだわ、ね、モッサン大好き、おい若干新しいやつだな、はいはい、ね、さあで今流しが ART 中で、はい、はい、まあ多分続くんで、はい、終わったら、それ終わったら、はい、終わりますか、エンディングぐらいし、ね、しましょうかね、これ終わって引き戻し終わったら、はい、終わりますか、終わりますかね、ありがとうございます。さあでもね、まあ、今日でも本当にいい感じに全然ハマりもなかったですもんね、まあ、全然ね、やっぱ遊びやすいスペックっていうのがでかいです ね、やっぱボーナスの絡みがね、あんだけパンパン来ると、デスト食べて入院中に勉強しなさい、おにぎりさんっていうね、デスト食べて入院したらもう一生帰ってこれないですよ多分ね、今日結構読んでるんちゃう NG だったりするからなと思うね、NG そうですね、NG コメントはすみません読めないので、おにぎり、おにぎり元だけど芸人なんだろう、大事なことなので、2回言いました、ありがとうございますね、もうワード締め切りでいいんじゃないってことね、そうですね、はい、すみませんね、締め切りで、戻したんでね、よろしいですか、はい、はい、ということでね、じゃあエンディングでーす、お疲れ様でした。ダメだ、あ向こうか、ダメだこれいやでも良かったですよ、だいぶ台の方は、あそうかい、イエスねえ、じゃあはい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 、はい、あ花火したかったなそうですね、なんだかんだ、でも当たりがついたからね、途中他の行こうかなって思ってましたけど、ね、最後まで意外とね楽しくね打てましたよね、あ良かったんじゃない、そうですよね、うん、はい、ということでね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ということでね、本日はね、はい、寝台、パチスロの偽物語を打ってきましたけどね、うん、どうですかモッサン、2時間ぐらい打ってみて、カレンだよ、うん、いや、モッサン、うん、モッサンに聞いてますよ、はい会話がちょっとおかしくない、そうですね、もうはい、まあ、うん、面白かったかなと、あ面白かったですね、はい、うん、ぜひどうぞ、はい、ぜひどうぞ、はい、うん、ねえ、はい、流しはまあまあやっぱ遊びやすいですね、はい、やっぱボーナスの軽さがね、軽かったですね、うん、まあ偽物のあたり見たことある人はぜひね一回触ってほしいですね、はい、あなるほど、うん、知ってたらぜひ触ってほしいね、そうですね、知らなかったらとりあえず見てきてほしいですね、あなるほど、見てから打てば楽しめる、うん、ということですかね、はい、注入と注射聞きましたね、壁ドンのポスターどうでもやってるよねとかね、あれかな、あのイケメンかな、イケメンのやつね、サギバーの MC の中ではおにぎりはダントツいい方だと思うよと思う、あそうなんだどうもありがとうございますね、でも頑張りますよね、おにぎりはサソリにデスソースつけて食えてね、じゃあ分かりましょう、そうですね、いや違う今日じゃないです、今日じゃないですね、注射とかね、液晶バグありましたとかね、まあそんな話もありましたけど、まあ、ではしなかったですね全然ね、多分ね、だいぶ稀なあれだと思いますけどね、トラブルだとは、フリーズみたいなもんですよ、はい、今日はおにぎりさんでとてもてんてんてんでしたので、おにぎりさんは3倍のデスソーはよってね、今日今日某館内のパチ屋で魚拓さんとチャーミーさんが実践してましたけど、魚拓さん、うん、テレビで見ても、はい、汚らしいけど実際もそのままでしたってことでそうまあね雰囲気ね、モッサンいや、気に入ったぞとか、ね、あそうかい、ぜひね使ってください、じゃあ NG にしないで、そうですねねモッサン、もっちゃんって、呼んでるのは預けんだけですかと、いや結構いますよ、はい、他の人も呼んでるんですかね、はい、はい、ということで、ね、ありがとうございます、ということでじゃあ先に、あ、まあ一応ね
本日の対決は、はい、NG ワードは、はい、流しの勝ち、モサ負け。あー、そっか。ブブ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 、まあ、マジで勝負は勝ち負けじゃないからね。え、マジで。ええ、いやいやいや、あれ、俺今なん、あ、俺今なんて言いました。おにぎりを、じゃあ、とりあえず罰ゲームへ移行しましょう。ちょっとそうですね、おにぎりはじゃないですよ。圧力はオナニー中ですね。あっちゃんは来なかったね。罰ゲーム、ね、あれ、はい、あ、そっか、向こうか。あ、そうです、すみません。横須賀で打つのと別に神、はい、神経的な疲れが大きい だろうからなとね、神経的な、ね、場所かな、おにぎりはミルワームデッソ漬けなとね、あ、そうね、さあ、中市作りましょうってね、中市笑ってね、液晶バッグメーカーに聞いたら、調査中だったよってね、メーカーっていうか営業さんだけど、そうなんですね。あ、まあ、どうなんですかね。うん、まあ、バグってことはそうか、そこの画面で終わっちゃうってことですね。白くなった、まあ、とりあえず、ナビもクソもで、あれができないんで、うん、まあ、おにぎりの作ったらいいの。え、おにぎりの作ったらいいの。もうですね、もう、もう、ああ、中市のも、うん、中市の紙、ボリュームすごくないってことね。あ、毛多いね。あ、まあ、毛の量はね、羨ましいですね、毛多いのね。おにぎりには絆システム、うん、発動とね。わかった、じゃあ、じゃんけんにしよう。お、じゃんけん、うん、え、どういうこと。じゃんけんでも負けた人だ。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。え、どういうこと、どういうこと。え、え、ちょ、今日の NG の勝者誰なん。いや、NG は NG、それはそれ、これはこれだよ。いやいやいや、ちょ、ちょ、それで、その先にちょっと。あ、NG のね、うん、NG はあれですよ、だから。でも、あ、でも、スナック菓子はね、 NG は、いや、あれ、うん、NG はあれですね、あの、モッサンの負けですよ。だから何。怖っ、怖っ、いや、俺今日絶対負けたと思ってない。いや、俺なんか、あの、さっきモッサンがなんか、あの、そそくさと準備し始めたから、あれ、俺なんか言うの間違えたかなと思って、俺言いましたよね、俺、モッサン負けて。いや、逆にちょっとこう、負けたと思ってたから。あ、なるほどね。マジでみたいな。あんだけボーナス引いて負けてるわけないだろ。流し、はよなしってね。いやいや、今日。流し、関西弁とかも素敵ってね、流しの分、おにぎりでもあげていいんじゃないってことね。ちょっともうそろそろこれもう賞味期限やばいんちゃいます。そんなの。あ、もうそれ切れてるよ。いやいや、4月7日書いてます。あ、全然いける、全然いける。富士急ハイランド限定販売、絶叫せんべい、激辛一味。それテレ前買ってきたやつやん。いや、じゃあもうずるいよ、もう嫌いだわ。切られちゃったよ、知るか。いや、じゃあここで名誉挽回といきましょうよ。なるかな、ほんで名誉挽回、おめえ変動です、やっぱね。そんなんすか。あ、せんべい。あ、ほんと、それ、絶叫せんべいって書いてる。絶叫せんべい、絆システムってみんな食べることだよ。流しも食べないとダメ、意味ない。うん、これ、辛いですか。これね、これ結構辛いですよ。辛い、これにかけよう。ちょっと多いな、ちょっとごめんなさいね。そんなんすか、売ってるやつですか。そう、富士急ハイランド限定販売の、富士急、はいはいはい、絶叫せんべいですね。はい、ちょ、まあ、順番おかしくないですか。順番おかしくない。あ、でも、すげえ、これわかります、これ。ああ、すごい、これね、すげえかかってんだこれ。いや、もうこれいいでしょ、もう罰ゲームすんだよ。いや、これでも普通に美味しい。あ、でも辛いな、これ。いや、もうさ、その量おかしいだろ、お前は。いやいや、逆にデッソをこう緩和させるためにちょっと大きい方がいいかなと思って、うん、いや、これね、ね、真っ赤っか。ちょっと、はい、1個食ってみよう。あれ、えらい、おいおい。いや、これはさすがにちょっとまずいんで、さすがにちょっとあの半分で塗りにしてあらわよこれ。こんな減ったんすか。だいぶ減ってるよ。あ、でもね、これも、あ、辛いなこれ。だから、それはおにぎり分ね。はい、おかしいじゃん。こうサンドしてぬりぬりすれば、うん、こう、ええ感じに。あ、いい感じになる。いや、まあ、あと、どっちがどっちかもう決めてください、お互いで。辛い辛い。ね、明太子くらいじゃないで、もっちゃも食べようとね。はい、じゃあこれおにぎり分。食べるよ。食べるよ。流しよね。あ、そうっす、流し、じゃあ、うん、いや、誕生日、誕生日じゃないよ。流しがやっぱりね、そう、食べとかないね。僕らじゃないですよね、僕らだって今日サブですから。そう、いや、何も読んだから、すいません、ちょっと飛ばしたらすいませんね。地獄みたいな選択ですよ。もっちゃも食べよう、見た目だけ。知るかはないでしょ、もっさん。中市は食べなくていいよ、かわいそう。明太子くらいじゃない。もっちゃんは強い子、うん、リアクションって大事ね。まだ横田メンバーとおにぎりに絆なんてありません。罰ゲームはおにぎりだけでいいよ。中市ママドクター、こんにちは。中市にゃん。もっさん、罰ゲームとしておにぎりの体を直に触る。天使の羽ゲーム知ってる。天使の羽ゲームとは何ぞや。あれか、ラララ、そうっす。おうおう、天使の羽、パンパン。マジで。
はい、グロ痛いっすよ。それやればいいの？いや違う違う、いやこれあるんですからいいでしょ。まあ、まあ、これあるからとりあえずね、まあ、デッソ激辛せんべいにデッソ、いやこれね素晴らしいコラボですね。これだけでも結構辛かった、ね、なんか腹に来たよ。じゃあ中志、はい、誕生日おめでとうございます。あ、あざいます。いいリアクションを、いいリアクションをちょっといたプレゼント代わりにいただければと思いますんで、じゃあいただきます。いただきます。はい、でかっ。うわあ、CC タイム。おにぎり食べた後一発ギャグな。なんかし、もっと顔明るく。あ、ちょっと店暗いかな、うん、ん、どうですか感想は。辛い。ん、辛い。あ、ちょっとプレゼントとしては物足りない感じじゃないですか。プレゼント、いや、お前も食ってみろ。いや、もう僕せんべい食べたら大丈夫ですよ。なんか、あ、辛っ。あ、いや、これね、せんべいがせんべいが多いから辛さが後から、ああ辛い。あ、これ飲んだらマシなんじゃない。マジっすか。レモンは辛さを緩和させるとモッサンが言ってましたよ。ありそう。緩和する。別に全然緩和もしないですし、 うまくもない。ていうかガチでいく自分も。あ、緩和するかなと思って。うん、ダメだ。じゃあこれ緩和しよう。あ、これ、あ、これですですね。おにぎりついてるときはコブラチリも、コブラチリ持ってきてくれよ、楽しくなると。はい、中心もうデッセやめてもいいんだぞ。甘ーい。ソーダのデッセやめてコブラチリにしよう。シーシータイミング。おにぎり食べた後一発ギャグな。中心もっと顔明るく。モサン広告読んで、モサンピース。あ、いやいや。いやいや。おにぎり27に見えん、苦労してるんかだ。おにぎり縁になってですね。おにぎりね、そんな感じ、いつも中心そうだよ。もっさんアホやん。ということでね。あ、辛い。以上、CC タイムでした。いや、ほんと、いや、これマジで。あ、これフレッシュ飲んだらいいんじゃない。フレッシュ。はい、大丈夫ですか、喋れますか。大丈夫です。あ、なんかこれ、おかしくなってる。ダメだ、これ。いやいやいや、これマジでこれやばいから、これ辛いから、このリアルにこれやばいやつだから、これ中心これやばい、辛いやつだから。ここへ来て、超有名な方が出てきた。ああ、よ、さすが元芸人でね。あ、痛い痛い。じゃあまあでも最後にね、ちょっとお店の重要告知をやはりちょっとこうしておかないと、やっぱ締めるには締めれないですね。リアルな告知、リアルな告知。あ、じゃあそれ食べますよ。あ、辛い。いや、あのかけたんは食わないですよ。オープンスケジュールです。いいですか、26日から29日、はい、連日9時オープンと、なってますんで、ぜひぜひ皆さん、この機会に、そうですね、気候な横須賀店、気候なる横須賀店へ、はい、どうぞ遊びに来てください。お願いします。ね、続きましてですね、むっちゃ広がるやん、これ。明日、スロットがにてレイアウト変更と、いうことで、低下しコーナーに、はい、ついに飛行伝と、はい、なんだったかな、これ。そうですね、おにぎり。おにぎり何だったかなこれ。飛放伝と戦国と思い出せないな。リオリオリオツリオと豆の、なんだこれ、ゴトイタ、ゴトイタ、ゴトイタだったかな。まあちょっといろいろ入るんで、クリアクリア、ぜひぜひ、まあ気候なる横須賀のスロット館へ、遊びに来ていただきたいなと、思いますね。はい、まあ今日偽物語打って、まあ、非常に楽しかったです。そうですね。はい、もう寝台もね、まあ稼働量点で稼働してますんで、ちょっと缶丸とか出てこなかったね。そうですね。まあまあちょっとまだもうちょっと伸ばしたいですね。はい、早くしろ。はい、ということでね、まあ寝台もね入っておりますので、ぜひね、気候なる横須賀店、気候なる横須賀店両手にね遊びに来てほしいと思います。そしてね、26、7、8、9、ぜひともね、気候な遊びに来てほしいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。だね、おにぎり辛いのになんで足に来てるんだよね。本当は辛くないんでしょ。で おにぎりリアクションでね、さすが元芸人、芸人やな、辛そうに見えない。おにぎり見てもね、辛いけどね。お疲れ様、どうもありがとうございました。ということでね、はい、ということでね、皆さん本日もね、たくさんのコメントご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。来週は信頼はない、信頼はない、来週なんすかね。まあパチンコなんか、はい、パチンコ、そうですね、なんかありますよ。はい、なんかね、希望があればコメント流しておいてもらえます。何でもありますよ。はい、何でもありますんでね、ぜひとも見てほしいと思います。それではね、皆さん本日もたくさんのコメントご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではまた来週水曜24時にお会いしましょう。さよなら、はい、バイバーイ。
本当に辛いよ。食べてみろ。来週も見てね。バイバイ。はい、来週もお願いします。あから。